は1560年、尾張を舞台に、織田信長と今川義元の間で桶狭間の戦いが起こります。有名な戦いだよな。学校で習ったぜ。確か信長が奇襲を仕掛けたんだっけか？その説はもう古いわよ。え、どういうことだ？ということで今回は、桶狭間の戦いについて解説していきます。視聴者の皆様もいろいろ意見があると思うから、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいぜ。というわけで、ゆっくり参る。では早速、桶狭間の戦いについて簡単に説明します。桶狭間の戦いとは、1560年に織田信長と今川義元の間で起こった合戦です。ふむふむ。今川家と織田家は、信長の父、信秀の代から対立していました。信長が家督を継いだ後も、今川はさらに領土を拡大するため、織田領を狙っていました。こうして桶狭間の戦いが始まったのです。なるほど、領土を拡張するために戦を仕掛けたんだな。でも確か信長が勝ったんだよな。歴史の授業で習った気がするぜ。その通りよ。この戦で今川は討ち死にしてしまい、この氏真が後を継ぎますが、どんどん今川家は衰退していき、やがて戦国大名としての今川家は滅びることになってしまいました。領土拡張どころの話じゃなかったぜ。ハイリスクハイリターンだったんだな。義元はそう考えていなかったかもよ。どういうことだ？実はこの戦いが起こった時には、誰もが今川の勝利を予想していました。え？どう考えても織田信長の方が強い気がするんだが。私たちはその後の歴史を知っているからそう思うのよ。当時織田信長はまだ家督を相続したばかりの若者でした。しかも派手な行動や意味不明な言動で、大うつけと呼ばれていました。大うつけ、つまりバカ者ってことだな。有名な話だぜ。一方、今川義元は東海道一の弓取りと称されるほどの名将でした。織田信長よりも15歳ほど年上で、戦の経験も積んでいました。ですから今川にとっては信長など取るに足りない存在であり、ローリスク、ハイリターンだと思っていたのかもしれません。なるほど。そして当時の人々も今川の勝利を予想したってわけか。でもさすがに戦いが始まってからは信長の勝利を確信したんじゃないか。だって後に天下に名を轟かせることになる信長だぜ。いくら若く経験が浅いとしても、その天才っぷりは誰もが理解したんじゃないか。実は、桶狭間の戦いが始まった当初は、今川軍の優勢でした。すでに丸根取りでも鷲津取りでも落とされていて、織田軍の勝ち目はなさそうでした。意外だぜ。信長は、家臣たちが止める中、出陣を決行します。そこで今川軍が桶狭間山で休息を取っているとの知らせを耳にします。信長はこのチャンスを逃さず、今川本陣を攻めて見事勝利を勝ち取ったのです。なるほど。この時、信長は今川本陣を奇襲したのか？そんな話を聞いたことがあるぜ。前哨寺砦にいると見せかけて、信長自身は義元本体に吸収したという説ね。この説は従来通説となっていましたが、冒頭でも言った通り、現在では否定されています。奇襲で勝ったんじゃなかったのか？じゃあ実際はどんな戦だったんだ？現在の研究では、正面突破説が提唱されています。読んで字のごとく、正面から今川本陣を攻撃したという説です。正面から？それはさすがに危険なんじゃないか？ええ。きっと織田家の家臣たちは皆そう思ったことでしょう。もはや命を捨てたも同然で怖いもの知らずの織田軍が、直接今川義元を討ち取ったのです。なるほど。そもそも信長が出陣の時点で敗色濃厚で、家臣たちは止めたって言ってたもんな。織田軍の家臣は覚悟が決まっていたから、可能が可能になったのかもしれない。しかし信長は正面から今川本陣に突っ込み、こうして今川を倒した若き織田信長は、その名を全国に轟かせることになりました。織田信長台頭のきっかけとなった戦ってことだな。また、実はこの戦こそがその後の日本史を決定づけた出来事とも言えます。どういうことだ？桶狭間の戦いで今川が敗北したことにより、今川家の人質だった徳川家康が独立するのです。もしこの戦いで今川が勝利していたら、家康は一生今川家に留まっていたかもしれません。なるほど、江戸幕府が開かれることもなかったかもしれないということだな。そう考えると、桶狭間の戦いは、日本史において大きなターニングポイントとなった戦いと言えそうだぜ。ここで信長が勝たなければ、信長が台頭することも、秀吉が天下統一を果たすことも、そして江戸幕府が開かれて、その後明治維新が起こることもなかったかもしれない。確かに、そういう未来もあり得たかもしれないわね。それでは、ここからは桶狭間の戦いを詳しく見ていきましょう。
ども説明した通り、今川家と織田家の確執は信長の父の代まで遡ります。ふむふむ。今川家は駿河と遠江、織田家は尾張を治めていました。織田家を継いだ信長は尾張平定を目指して着々と駒を進めていくのですが、一方の今川義元は三河の支配を安定させたいと考えていました。尾張と三河は隣同士だもんな。それで領土をめぐって争ったというわけか。ええ、その通りよ。桶狭間の戦いのきっかけは、信長が尾張にある今川の城に攻め込んだことでした。なるほど。今川もこのままでは三河にまで攻め込まれるかもと焦ったというわけか。それに先ほども言った通り、当時の信長はぶつけ討伐されていましたから、すぐに倒せると思ったのかもしれません。今では信じられないことだが、当時の事情を考えるとそうだろうな。織田信長を舐め切った今川義元はついに1560年尾張に攻め込みます。この時引き連れていた軍勢の数はなんと2万5千。それに対して織田家はわずか3000人くらいでした。軍勢の数でもだいぶ差があるな。5月12日、今川義元はこの大軍を率いて久津掛城に向かいます。5月18日には徳川家康に命じて大高城に兵糧を届けさせました。なお、家康はこの頃松平元康という名前でしたが、わかりやすさのためにこの動画では徳川家康に統一します。わかったぜ。大高城への兵糧入れは有名な話だよな。しかしなぜ大高城に兵糧を届けなければならなかったんだ？地図を見ればわかるのですが、大高城は丸根砦と鷲津砦という織田軍が築いた砦に囲まれていました。戦が起これば信長はこれらの砦を拠点にするでしょうし、大高城も包囲するでしょうから、あらかじめ兵糧を届けておく必要があったのです。なるほど。しかし敵の砦に囲まれているとなると、兵糧を届けるのも大変そうだぜ。重い荷物を持っていくわけですから、敵に襲われてもうまく反撃できない可能性もあります。とても危険な任務でしたが、若き家康は丸根砦を守備する敵の隙を狙って見事兵糧を届けさせたのです。すごいな。もうすでに天才の片鱗が見えるぜ。天才といえば、信長はこの頃どうしてるんだ？今川が攻めてきたのは知っていたのか？ええ、5月18日に信長は家臣を集めて軍議を開きました。お、ここで今川を倒す計画が練られるのか？それが違うの。信長は世間話に終始し、ろくに議論もしないまま夜が更けていったそうです。嘘だろ？戦う気あるのかよ。家臣たちは、運の末には知恵の鏡も曇る、つまり運が尽きてしまうと正常な判断もできないんだな、と嘆きながら帰っていきました。もう家臣にも見放されてるじゃん。信長、大丈夫か？夜が明けて19日、今川軍は攻撃に出ます。ここでも家康が大活躍しました。おいおい、織田家は全く準備できてないけど大丈夫か？19日未明、徳川家康隊が丸根砦、朝比奈康友隊が鷲津砦に攻め込みます。信長の家臣の佐久間守重の知らせにより、寝ていた信長は飛び起きました。信長、寝てたのかよ。戦う気ないじゃん。飛び起きた信長がまずやったことは舞を踊ることでした。どういうこと？理解不能なんですけど、今川が攻めてきてるのに悠長に踊ってる場合かよ。信長は幸い若舞の熱盛という演目を舞いました。そして舞を割るとようやく出陣の準備を始めます。なるほど。信長にとっては熱盛がラジオ体操だったのか。かどうかはわからないけど、とにかく小召集わずか5機ばかりを率いて、4時頃には居城の清洲城を出発しました。5機は少なすぎだろ。もしかして信長も今川義元のこと舐めてる？清洲城を出発した信長は8時頃には熱田神宮に到着します。熱田神宮で他の軍勢と合流すると、必勝祈願を行いました。よかった、ちゃんと他にも兵がいたんだな。10時頃には全勝寺砦に入り準備を整えます。しかしこの頃すでに丸根砦と鷲津砦では激しい戦いが繰り広げられており、織田軍が劣勢になっていました。そうだった、もうすでに今川軍が攻め込んでいたんだったな。丸根砦では家康率いる今川軍とわずか500ばかりの織田軍が戦っていました。戦いは白兵戦となり、織田家は奮闘するものの、大将の佐久間守重が討ち死にしてしまいます。一方、鷲津砦では朝比奈康友率いる今川軍が猛攻撃を仕掛け、織田家は籠城戦に持ち込もうとしますが、多くの兵が討ち死にしてしまいました。丸根砦と鷲津砦で行われた戦いでは織田家が負けたってことか。その通り。その頃、今川義元は久津掛城から大高城方面へ進み、
さらに西、続いて南へ行きます。丸根砦と牛津砦が陥落したことを知った今川義元は桶狭間山付近で休憩を取ることにしました。今川は能楽の歌いを歌うほどの喜びようで、しかも酒まで用意させたそうです。信長は踊ったけど、義元は歌うのかよ。みんな感情表現がストレートだな。しかし、こんなに油断してて大丈夫なのか？マリサの心配する通りよ。信長のもとに、今川軍が桶狭間山で休憩している、との知らせが入ってきます。信長としては、これはもう行くしかないよな。砦は陥落しちゃってるわけだし。そこで信長は、中島砦に向かうことにしました。桶狭間山から中島砦の様子は丸見えで、もし中島砦に行ったら今川軍に内情がバレて攻撃されてしまう。と、家臣たちは猛反対したそうですが、信長は反対を押し切って中島砦へと向かいます。家臣たちの言うことももっともだな。この時、300人余りの織田軍が中島砦を守っていました。中島砦を守っていた兵たちは、信長が中島砦へ出陣することを聞くと喜び、今川軍に攻撃を仕掛けます。士気が上がっちゃったんだな。しかし大丈夫かよ、すでに2つの砦は陥落してるんだぜ。マリサの想像通りよ。意気揚々と攻撃を仕掛けた織田家ですが、今川軍の反撃にあっさりと負けてしまいます。図工、言わんこっちゃない。中島砦も陥落した知らせを聞いた今川軍はさらに喜び、もう戦は終わったかのような戦勝ムードが漂っていたそうです。しかし油断大敵だぜ。これから信長が来るんだからな。しかし、さっきも言った通り、織田軍の兵たちは出撃に反対していました。いよいよ中島砦から今川本陣に出撃することになった時も、家臣は猛反対したそうです。みんな戦う気ないじゃん。信長はどうやって彼らを説得したんだ？信長は、敵はすでに大高城への兵糧を届けたり、砦を攻めたりして疲れ切っている。しかし私たちはまだ戦っておらず、疲れていない、と励ましたそうです。本当かよ。大高城に兵糧を届けたり、砦を攻めたりしたメンバーとは違うメンツが今川本体なんじゃないのか？マリサの言う通りよ。多分信長は家臣を鼓舞するためにこのような嘘をついたのです。さらに、もし今日の戦に勝てば、お前たちの名前は後世にまで残るだろう、と言ったそうです。そんなんで兵の士気が上がるのか？私だったらそこまでのリスクを冒して戦いたくないぜ。まあそこは武士ですから、心に響いたんでしょう。しかもそこにちょうど前田と新栄が現れて、討ち取った敵の首を見せました。なるほど、それなら少しは士気も上がるかもしれないな。そういうわけで、どうにか織田家は中島砦から今川本陣に出撃することになります。ここでは奇襲説と正面突破説の2つの説を紹介します。長年通説となっていた奇襲説ですが、近年になって否定されるようになりました。なぜだ？私は学校で奇襲説を習ったぞ。年齢がバレるわね。うるさい。それはさておき、従来の通説だった奇襲説をおさらいしましょう。この説によると、5月19日の昼過ぎ、信長はこっそりと桶狭間山の背後に移動します。ちょうど桶狭間山で今川本体が休憩しているんだったな。え、今川軍は織田家が全勝寺砦にいると思い込んでいました。ちょうどその頃天候が崩れ、氷が降ってきます。それを利用し、信長は今川本陣に奇襲を仕掛けたのでした。というのが従来有力だった奇襲説です。私が習ったのもその説だぜ。この説は江戸時代初期に小瀬保安が書いた新潮記、通称保安新潮記で提唱されました。多くの学者が保安新潮記をもとに桶狭間の戦いを研究していたのですが、近年になって保安新潮記に描かれている内容は小瀬保安の創作によるところが大きいのではないかと指摘されるようになりました。なるほど、歴史書というよりかは歴史小説みたいな感じだったってことだな。内容が面白かったため広く読まれるようになったそうですが、その内容は史実をしっかりと反映しているものではなかったみたいですね。それで今ではどんな説が提唱されているんだ？保安新潮記に疑問が呈されるようになってからは、新潮後期の記述が採用されるようになりました。新潮後期は太田牛一によって書かれた信長の伝記です。太田牛一は信長に仕えた武将でした。おお、歴史の証人がここに彼の書いた内容なら信憑性があるな。新潮後期によれば、信長は今川本陣に奇襲を仕掛けたのではなく、正面から突撃したそうです。ここでは詳しくこの正面突破説を見ていきましょう。正面からどうやって倒したのか気になるぜ。中島砦での
の織田軍敗北の知らせを受けた信長は家臣たちの猛反対を振り切って中島砦に進軍し、中島砦を経由して今川本陣へ向かうことにします。桶狭間さんの背後ではなく今川軍の正面に向かったのです。なるほど。そこで天候が崩れ、今日混じりの大雨が降ってきます。ここは従来の説と同じだな。辺りが暗くなったため今川本陣からは織田家の動きが見えません。運が信長に味方してくれたのか。雨が止んだ瞬間を狙って信長は出撃を命令しました。今川軍は油断しきってさっきまで宿営を開いていたところですし、まさか目の前に織田軍がいるとは思っていなかったので大混乱に陥ります。氷が降ったと思ったら今度は織田軍が攻め込んでくるなんて、そりゃ今川軍もびっくりしただろうぜ。織田軍がものすごい勢いで今川本陣になだれ込んだため今川軍は総崩れになります。織田家は逃げ惑う今川軍を容赦なく追撃しました。砦を3つも陥落させたっていうのに織田家が攻め込んできたらこのありさまなのかよ。今川軍もうちょっと頑張ってほしいぜ。そこを織田軍の服部小平太に見つかってしまいます。服部は今川義元に切りかかりましたが、しかしそこはさすがの名将今川義元は服部の膝を切りなんとか防ぎます。ヒヤヒヤしたぜ。まさか東海道一の弓取りとまで言われた義元がここで簡単に死ぬわけないよな。ところがなんとその隙をついて毛利義勝が今川に切りかかり組み伏せます。今川は毛利の指を噛み切るほどの抵抗を見せますが、最後には首を取られてしまいました。え、まさかここで死んじゃうの。今川義元ともあろう武将がこんなところで。信じられないぜ。さっきまですっかり勝った気になっていたのに。油断が命取りになったのかもね。今川義元は退却しようとしますがうまくいきませんでした。さて、今ご紹介したのが最近になって新たに提唱されることになった正面突破説です。なるほど。しかし正面から突破するなんて考えられないな。しかも桶狭間の戦い前日の軍議では世間話だけで家臣を返してしまうし、突然舞うし、家臣たちの反対を押し切っていろいろと無茶ぶりをするし、果たして本当に信長に賞賛はあったのか。行動が理解できないぜ。きっと桶狭間の戦いに参加した信長の家臣たちの多くがマリサと同じ気持ちだったでしょう。もしかしたら信長は最初から今川義元の首を取ることだけを目的にしていたのかもしれません。確かにそれなら納得がいくぜ。さらに信長は天候と運をも味方につけて見事勝利を勝ち取ったのです。熱田神宮で祈願したおかげかもな。神がかりとしか形容できないぜ。さて、それではここからは桶狭間の戦いの影響を紹介しましょう。桶狭間の戦いがなければ今の日本史はなかったかもしれないんだもんな。気になるぜ。まずこの戦いで今川義元という名将を倒した織田信長はその名を全国に知らしめることになりました。反対に今川義元を失った今川氏は衰退していきます。この背景には徳川家康の動きがありました。そうだった。徳川家康は今川軍として参加していたんだったな。丸根砦を陥落させた後の家康は一体何をしていたんだ。丸根砦を陥落させた後の家康は大高城を守っていました。夕方になって今川義元が討ち死にしたという知らせが入ってきます。さぞやびっくりしただろうな。しかもこの知らせを伝えに来たのは織田信長の家臣である水野信元の使者でした。水野が送り込んだ使者は義元の死を知らせるだけでなく、織田家は大高城にも攻め込んでくるだろうからすぐに逃げるようにと伝えました。織田信長の家臣なのになんでわざわざそんなことを伝えに来たんだ。寝返りか。いや、でもすでに義元は死んでるんだし寝返るなんてないか。実は水野信元は徳川家康の叔父だったのです。甥の身を案じたのかもしれません。なるほど、血がつながっていたのか。家康も命拾いしたな。それでどうするんだ。家康の元に義元討ち死にの知らせが入ったのは19日の夕方のことですが、家康はその後しばらく大高城に留まり夜中になってようやく城を脱出しました。そんなにまったりしていて大丈夫なのか。家康は情報を集め本当に義元が死んだのかどうか確認していたそうです。それに城を出るにしても夜中の方が敵に見つかる心配がなかったのでしょう。なるほど、考えがあってのことだったんだな。そして家康はここで意外な行動に出ます。本来ならば今川義元の居城であり家康も妻子を残してきた駿府城に戻るべきでしたが、家康はなんと岡崎城へと向かったのです。岡崎城って家康が生まれた城だよな。ええ、よく知ってるわね。そんなことしてもいいのか。この時点ではまだ今川家は滅んでないんだろ。駿府城に戻らないということは今川から離反したも同然じゃないか。
しかも家族も残してきているのに。でも家康は今川義元がいない今こそがチャンスだと思ったのです。大高城に留まっていれば織田家が攻めてくるでしょうし、駿府城に戻ったとしても再び今川家と織田家の間で戦が起こる可能性があります。しかし駿府城に戻らなかったら今川家から成敗される可能性があるんじゃないか。ええ、だからこそ家康は今川から攻撃されることを考えた行動をとっています。実はこの時岡崎城には今川軍がいました。だからこのまま岡崎城に行ったとしても今川軍に丸め込まれるか、あるいは戦となるか、その二択でした。なるほど。そのためとりあえず家康は大十字へと向かいました。家康は今川軍はそのうち岡崎城から撤退するだろうと考え、ひたすら時期を伺っていたのです。そして家康の想像通り今川軍は岡崎城から撤退を始めます。すごいな。家康といえば泣かぬなら泣くまで待とうホトトギスという句が有名だが、すでにこの頃にはその片鱗が見えるぜ。ついに5月23日、家康は岡崎城に入ります。家康は子供の頃から人質になっていましたから、約10年ぶりの帰還となりました。喜びもひとしおだっただろうな。見事独立を果たした徳川家康は西三河を制圧していきます。さらに1561年には、水野信元の仲介のもと、織田信長と清洲同盟を結びました。これからは信長の時代だと思ったんだろうな。こうして信長と家康は協力しながら天下統一を進めていくのです。桶狭間の戦いは信長の台頭、そして家康の独立という日本史のターニングポイントとなった戦いでした。ところで家康が駿府城に残してきた家族はどうなったんだ。築山殿、又野のお瀬名とその子供たちのことね。彼女は松平信康と亀姫という二人の子供と共に駿府城にいました。家康が織田信長と同盟を結んだことを知った今川氏真は激怒し、築山殿の父親を自害に追い込んでいます。怖っ。それで築山殿はどうなったんだ。その後人質時代から家康に仕えていた石川数正が交渉にあたり、無事に築山殿と子供たちは岡崎に移ることができました。よかった。成敗されるんじゃないかとヒヤヒヤしたぜ。あ、その後家康本人が築山殿と信康を自害に追い込んじゃうんだけどね。ええ、家康のせいで実の父親も亡くし、こんなに苦労した妻を殺すなんて、家康複雑な気持ちになるぜ。ちょっと暗い気持ちになっちゃうわね。というわけで今回は以上になります。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録やコメントなどもぜひよろしくお願いします。だぜ。それではまたお会いしましょう。時は元気元年、戦場勝ちで真っ赤に染まるほどの大激戦だったと伝わる合戦があったのを知っていますか。血で染まるとは恐ろしすぎるぜ。なんていう合戦なんだ。織田徳川連合軍と浅井朝倉連合軍の間で行われた姉川の戦いという合戦です。姉川が血で染まったのか。その意味もありますが、この戦いの呼称は徳川氏によるものであり、織田氏は野村合戦、朝倉氏は三田村合戦と呼んだそうです。名前はともかくどんな合戦だったのか早く知りたいぜ。ということで今回は姉川の戦いについて解説していきます。視聴者の皆様もいろいろ意見があると思うから、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいぜ。というわけで、ゆっくり参る。尾張の織田信長は、駿河の今川義元を桶狭間で討ち取り、斎藤辰興から美濃を奪取した後、足利義昭を奉じて上洛を目指し、近江に攻め入りました。近江北軍を支配する浅井長政には、妹大一の方が受教してすでに縁戚関係であるため、浅井氏からの援軍も加わって六角義方を破り上洛を果たしました。そこまではよく知られた話だぜ。でも妹を嫁がせてまで成立させた浅井との同盟って、双方にどのようなメリットがあったんだ。とてもいい質問です。信長は岐阜から京都に安全に移動できるようになり、さらに越前の攻略を見据えていたので背後を気にせず戦えるようになります。はいはい、背後を抑えるのはとても大事だよな。兵法の基本だぜ。一方の長政にとっては、信長と共闘することで、領土、水運、漁業、商業など莫大な利権が保全されます。なるほどな。琵琶湖から得られる多大な税は魅力だよな。信長がバックにいる影響力も強大だろうし。また信長の妹一を制裁に迎えられることも大きかったようです。一が絶世の美女だからか？それは諸説ありますが、その時点で、足利将軍を封じた時の人と縁づくことは、浅井家にとっては大きな意味があったことは間違いありません。なるほどな。やはり家のためか。さすがは武士だな。しかし両者の同盟関係は、
信長が盟友の徳川家康と共に越前を攻撃したことで終わりを迎えます。意外に崩壊が早いな。越前を攻撃したことが浅井にとってそんなにまずかったのか。浅井家は越前の朝倉家と国境を接していることもあり、古くから親しく付き合っていました。信長と同盟を結んだ際も朝倉への不戦の誓いを信長に約束させています。そうだったのか。そういうことなら約束を破ったと思われても仕方ないよな。さらに誰かと戦を行うときは事前連絡をという取り決めもありました。二つも約束を破ったのか。それは長政でなくても頭にくるぜ。にもかかわらず信長は天皇将軍への奉仕を名分として畿内金国の諸大名国衆らに軍勢の上洛三州を求めた上で、元亀元年4月に若狭の武藤氏討伐を名目に信長自らが軍勢を率いて進発しました。この同盟の約束を保護にする行為を知り、長政は隕石関係にある信長を支援するか、親しく付き合っている朝倉家を支援するか、難しい判断を迫られることとなりました。内部でも意見が分かれていたそうですが、最終的には越前への進軍を事前に通告しなかった信長に不信感を抱き、朝倉家を支援することを決めるのです。長政はいわば三角関係に陥り悩んだということになるな。最愛の一のこともあるし、あ、四角関係か。そうなんです。越前を攻略している信長はまさか長政が攻撃してくるとは思っておらず、背後がガラ空き、無警戒だったところへ攻撃を仕掛けられます。全く長政を疑わなかったのか。義の男と長政に一目置いていた信長でしたので、全く疑いの余地はなかったようです。しかし状況としては信長は挟み撃ちの大変危険な状況です。攻めていた者が一転強撃される危険に陥った信長は撤退を開始しました。朽木越えという難所を通って逃走するルートを即座に選びます。これが世に言う金ヶ崎の戦いです。信長の家臣たちはこの金ヶ崎の戦いを経て退却を開始します。ここで一が信長に何かで知らせたという説も聞いたことがあるぜ。確かなことは分かりませんが、電光石火の信長本人の撤退行動からそのような創作も生まれたと思われます。なるほどな。初動の速さやルートの選択は命に関わるからな。後に家康は天正10年6月に勃発した本能寺の変直後に明智光秀から命を狙われた時の逃走経路として最も危険な最短ルートである伊賀越えを選択しますが、そうしたのはこの時の信長の先例に学んだからかもしれません。確かにうなずけるぜ。おかげで家康は助かり、穴山梅雪は土民に殺されたんだぜ。結局信長は最後尾を務めた光秀や秀吉の活躍もありなんとか撤退しました。そして体勢を立て直し、信長は長政に報復をしようと決意するのです。家康も家臣と共に前線に取り残されたんだろ。そうです。信長の撤退を家康に最初に伝えたのは秀吉でした。家康は秀吉と協力してなんとか京都の信長宿所までたどり着いたようです。この時ばかりは互いに本気で協力したんだな。この後日本の歴史を作っていく3人が一晩で一気に滅ぶところでした。そう考えると歴史って一寸先は闇だな。信長の怒りはものすごかっただろうぜ。で、信長はそのまま無事に岐阜へたどり着いたのか。さすがに目の付けどころが違いますね。そうだろ。それがそううまくはいかなかったようです。岐阜への道は危ういと考えた信長は一旦都へ向かいます。京都に無事帰還した信長は軍を立て直すため5月9日に岐阜に向けて立ちました。一方で朝倉義景は敦賀に退陣し、戦後処理や浅井長政との連絡に努める一方、5月11日に一族の朝倉景明を総大将とする大軍を近江に進発させます。朝倉軍は浅井軍と共に南近江まで進出して六角義方とも連携し信長の強撃を図りましたが、この連携はうまくいかず信長は千草越えにより5月21日に無事岐阜への帰国に成功することになります。そして六角軍は6月4日安ヶ原の戦いで柴田勝家、佐久間信盛に敗れてしまいます。このため浅井朝倉軍は美濃の樽井赤坂周辺を放火するとともに国境に位置する竹倉部狩安王といった城塞に修築を施し、兵を入れて織田軍の来襲に備えたんです。浅井朝倉と六角にまともに強撃されていたら、さすがに信長も危うかったんだろうな。かなりの確率でその命が危なかったと思います。しかし実際にもかなり危うかったのです。どういうことだ。闇討ちか、それとも飢餓か。岐阜への道中で信長は全獣坊という鉄砲の名手に狙撃されたのです。それはすごい話だ。なんだかゾクゾクするぜ。早く続きを知りたいぜ。信長は近江の千種街道を通過して岐阜に戻ろうとしていました。千種街道とは近江と伊勢を結ぶ街道で、滋賀県東近江市神津畑町から
三重郡菰野町千種に向けるルートです。千種街道は当時政治経済上も重要視されており、鈴鹿山脈を越えて伊勢湾に通じるルートの一つでした。前十坊は信長の旧敵だった六角上帝の依頼を受け、千種街道を通過しようとする信長を狙撃したのです。前十坊は2発の銃弾を放ちましたが、それは信長をかすめただけで致命傷にはなりませんでした。そして信長は5月21日に無事に岐阜へと帰還を果たしたのです。さすがに強運の持ち主だな、信長は。後日、信長は逃げた前十坊を徹底して追及しました。それは確実にそうだろうな。信長に限らず、前十坊は逃亡生活を送っていましたが、ついに阿弥陀寺に潜んでいたところ、その時織田の家臣となっていた磯野一政に捕らえられました。その後、前十坊は信長配下の菅谷長頼法理重政に厳しく尋問され、最終的にノコギリ引きの刑を課せられました。ノコギリ引きの刑とは、生きたまま首だけ出して土に埋められ、竹製のノコギリで少しずつ首を切るという残酷な刑です。首を切るのは、被害者の親族や通行人などでした。それぞれが竹製のノコギリで1回ずつ首を引くのです。内首ならば1回で絶命しますが、ノコギリ引きの刑は激痛が何度も繰り返され、散々苦しんだ挙句、死ぬという残酷なものでした。ルイス・フロイスはその著書、日本史で、名前まで書かれていませんが、生きたまま首を切られた僧のことを記しています。これは、おそらく前十坊のことかもしれません。ただ、この僧の罪状は、調略により武将を信長に敵対させたことでした。なんともコメントしようがないぜ。戦国とはいえ、すごく凄惨な話だな。しかしその後すぐに信長に幸運が訪れるのです。このかなりヤバい状況で幸運って何なんだ？信長は、近江国の有力者である堀秀村が、浅井長政から織田側に寝返ったという知らせを受けたのです。幸運と言われるほど、一人の裏切りがそんなにここでの戦況に影響するのか？堀秀村らが守備していたのが浅井朝倉が備えとして修復した、竹倉部城と、狩安大城なんです。ですから両城はすんなりと開城され、信長は配下の武将が揃うのも待たずに岐阜城を出立して竹倉部城に入り、家康に再度の出陣を要請、家臣たちの軍勢を待った後、いよいよ本格的に浅井長政を攻めにかかることにしました。それは確かに幸運だわ。二つの城を攻めなくてよくなったんだからな。しかし信長の動きは異常に早いな。そしてその秀村を調略したのが秀吉の家臣竹中重春だったそうです。東大記によれば、秀村はその時15歳の若武者だったそうです。ここでも秀吉が出てくるのか。さすがに出世が早くなるわけだ。確かにこれはでかいな。それで姉川方面にこのまま向かうのか。6月21日、信長は虎御瀬山に布陣すると、森吉成、酒井正久、斎藤利治、柴田勝家、佐久間信盛、八谷頼高、木下秀吉、丹羽長秀らに命じて、小谷城の城下町を広範囲にわたって焼き払わせました。翌6月22日には、信長は伝聞として柳田広政、中条家忠、さっさ成政らに鉄砲隊500、弓兵30を率いさせ、一旦交代しました。攻めているのに交代したのか？なんでなんだ？小谷城は、急峻な山の頂に位置する城であるため、攻めるのは容易ではなく、兵を出したとしても大きな犠牲が出てしまうことは予想できました。確かにその通りだぜ。背後に朝倉の援軍が迫る状況の中で長期の城攻めは下策だぜ。そこで織田軍は、小谷城からほど近い、横山城を攻め落とし前線要塞を作り、長期的に小谷城を攻略する戦術を取ることにしたのです。さすがに信長は判断が早いな。家康はこの時まだ来てないのか？6月24日、信長は小谷城とは姉川を隔てて南にある横山城を包囲し、信長自身は龍ヶ鼻に布陣しました。ここで徳川家康が織田軍に合流し、家康もまた龍ヶ鼻に布陣したんです。一方、浅井方にも朝倉景武率いる7000の援軍が到着しました。朝倉勢は小谷城の東にある大寄山に布陣します。これに浅井長政の兵1万1000が加わり、浅井朝倉連合軍は合計1万8000となったんです。いよいよ全ての役者が揃ったな。すぐに開戦なのか？28日未明に長政は姉川を前にして、軍を二手に分けての村三田村にそれぞれ布陣しました。これに対し、徳川勢が一番合戦として西の三田村勢へと向かい、東の野村勢には信長の馬回り、および西見の三人衆、稲葉義道、宇治江戸前、安藤森成、が向かいました。ここで簡単に当日の両軍の布陣型や戦力を整理してみます。
よろしく頼むぜ。織田徳川連合軍は、左に徳川軍、5段構え6000、右に織田軍、13段構え2万2000、の布陣。浅井朝倉連合軍は、左に朝倉軍、3段構え7000、右に浅井軍、6段構え1万1000、の布陣。両者は姉川を挟んで睨み合う形になりました。午前6時、いよいよ姉川の戦いが始まったのです。いよいよか。布陣は当然信長が考えたのか？三河物語には、合戦前日、信長が家康に二番隊を依頼する描写があります。しかし、家康は一番隊を望むとして頑強に抵抗したそうです。なんでまたそんな。もうすでに部隊の編成ができている。今さら、それを変えるのも、なんとか二番隊をお願いできないか。と、懇願する信長に対し、一番隊をお命じくださらないのであれば、合戦せずに帰ります。と家康が主張しました。そして、さすがの信長も根負けして、家康に一番隊を命じることになったと言います。それは本当なのか？とてつもなく積極的だな。どうした家康？一方、信長後期には、家康軍の奮闘は一切記されていません。散々に入り乱れ、黒煙を上げ、しのぎを削り、唾を割り、ここかしこで、思い思いの活躍をした、と書かれているだけです。著者の立場によって書かれ方がだいぶ違うんだな。しかしこの元気元年という年、家康は信長の求めに応じて出陣しまくり、その行軍距離は 1000km と言われています。なんだそれは。徒歩だろ。しかもそんなに長期間国元を開けていて大丈夫だったのか。浜松城を築城したてだったこともあり、超多忙な1年だったようです。まあ人間には一度や二度は人生を大きく変える年があるって言いますからね。ここが正念場だと思ったのかもしれません。そう言われると確かにそう思えてきたぜ。さて、決死の覚悟で戦いに挑んだ浅井軍は、織田軍の備えを次々と打ち破り、本陣まで肉薄したといいます。対する信長軍は、秀吉の軍師竹中半兵衛の働きにより、作戦を浪してかろうじて浅井軍を食い止めていました。数で言えば圧倒的に信長が有利。しかし長政軍は士気が高く、信長はかなり劣勢に追い込まれたそうです。それはそうだろ。勝たなければ確実に国が滅ぶからな。織田の恨みを骨の髄まで理解しているだろうし。歴史家の渡辺大門によると、長政の家臣の遠藤直常が本陣近くで、信長を討とうとしたと伝わっているそうです。数で勝っておきながら本陣まで攻め込まれたのか？遠藤直常とはどんな武将なんだ？遠藤直常は何度も信長の暗殺を企んだ武将として知られています。何度もか？まず A61 年に信長が足利義昭と上洛した時、長政と沢山城で面会しました。その際、なお常は信長を毒殺しようとしたり、刺し違えようとしたりしたが、いずれも失敗したそうなんです。すごいやつだな。積年の恨みでもあるのか？信長の毒殺をしようとした時、長政が信長と面会中で許可を得られず、長政の父である久政から許しを得ようとしたが得られなかったそうです。信長と刺し違えようとした時は、秀吉によって阻止されたと言います。またもや秀吉グッジョブだな。また、長政がお市と結婚した際、信長は常武大院に宿泊しましたが、直常は信長の手勢が少ないことを知り、長政に信長の暗殺を進言したが、これは却下されたと言います。必要にこだわってるな。それで姉川の時はどうだったんだ？姉川の戦いが始まると、直常は信長を討ち取るべく、信長の居所の約18メートルまで近づいたようです。かなり近いじゃないか。どうする信長？しかし、織田方の竹中重則に不穏な動きを察知され、直常は討ち取られたのです。直常は、ついに本懐を果たすことができなかったのです。以前から重則は、直常の首を取ると豪語していたと言われています。直常は増票の首を手に下げて、織田方の陣中に紛れ込もうとしたが、重則は見事に敵であると見破ったのです。もし、重則がいなければ、信長は死んでいたかもしれないですね。乱戦とはいえ、そんなに肉薄するとは、ちょっと信じられない話だな。本当のことなのか？以上の話は、浅井三代記、四千気分、信長後期、太閤記、といった、二次資料に書かれた逸話ですが、少なくとも直常が討たれたのは事実です。そんなに揃って資料に残っているとすると、かなり真実味がある話だな。それで戦はどうやって信長家康連合軍が勝ったんだ？早朝に始まった合戦ですが、兵力で劣る浅井軍の先鋒磯野一正が、13段構えのうち11段まで突き破り、信長本陣まで迫ります。織田軍の境正直、池田恒興、木下秀吉、柴田勝家の軍を次々と突破し、これはまずいじゃないか。
一方、家康軍も数では劣るものの、正面突破した本多忠勝や榊原康政の奮闘によって朝倉軍を押し戻します。さすがに三河武士、いや忠勝はやはり超絶強いな。結局勝敗を分けたのはそれぞれの援軍の力の差でした。信長に対しては先に言ったように家康が自ら6000人の兵を率いて参戦しました。一方長政にも朝倉家が支援をしますが、当主の義景ではなくやってきたのは義景のいとこにあたります。人数は7000人ほどいましたが、総大将が当主でないため精神的支柱が不在であったとされ、家康優位で戦いが進みました。こんな大事な戦になんで義景は出陣しなかったんだ。怖かったのか。以前義景は妻と息子を何者かに毒殺されている経験から、義景がいないうちに当時溺愛していた蘇我が毒殺されてしまうのではと館を開けるのをためらった説や、織田に属している若狭の武田家が義景のいない間に一条谷に攻めてくるかもしれないということで、防衛のために一条谷に残った説、単に優柔不断であった説と本当に様々な説があります。さらに織田方では徳川が重だったから主を助ける必要があったのに対して、浅井も朝倉方では重であるから主である朝倉が重に対して手を抜いたという説まで飛び出しています。いずれにしても義景がいなかったことは兵の士気に相当影響したんだな。朝倉軍をあらかた倒した家康軍が浅井軍の猛攻に苦戦している信長軍の両横から、信長軍の稲葉一徹、安藤盛成、氏家と全裸を援護し、浅井軍を攻め立てて形勢逆転します。このことが信長軍のバックアップとなり、最終的に信長家康連合軍が勝利することになりました。それでも戦いはおよそ9時間続いたといいます。姉川自体そう大きくない川なので、川が血で染まったと後世に伝えられたとしても不思議ではありませんね。6時に始まって昼食も取らずに9時間も刀を振り回していられることが信じられないぜ。浅井朝倉連合軍が退却を始めた後、信長は小谷城から50町ほどの距離まで猛追撃をかけ、多くの敵を倒し麓の家々に放火しましたが、このまま小谷城一気に落とすことは難しいと考えて横山城下へ交代しました。まもなく横山城は降伏し、信長は秀吉を常磐として横山城に入れました。ここまでが姉川の戦いの全容となります。なるほど、よくわかったぜ。ガチでぶつかり合った戦だったんだな。それが一方で姉川の戦いは朝倉浅井軍の奇襲であったという説を歴史研究家高沢仁は唱えています。それはどういうことだ。6月27日早朝に浅井朝倉軍は一旦大寄山から姿を消しました。この時の状況を信長後期では陣払いして退却したと思った浅井朝倉軍が突然として距離30町のところに現れた様子を記しています。つまり織田軍は敵勢が陣払いしたと勘違いして、再び軍勢を横山城の包囲態勢に戻し、それを見た浅井朝倉軍が取って返した。織田軍は本陣の背を突かれる形となり、両軍陣兵を整えず即座に戦いに突入したとする説です。まあいずれにしても姉川を挟んで向かい合ったことには違いないんだろ。要は開戦のタイミングか。姉川の合戦における浅井家の被害は甚大で、先に挙げた長政が信頼していたと言われている重臣遠藤直常や長政の実弟浅井正幸をはじめ、浅井正純、湯源家澄、今村氏直ら在下で中心的役割を果たしていた武将が戦死しました。朝倉氏では曲がら直隆、曲がら直澄、曲がら高本らが討ち死にしました。両軍は戦場からの撤退戦で多くの戦死者を出しました。一方、初期段階の戦闘で苦戦した織田方では、坂井正久の嫡子である直常らが戦死しています。この戦いには敗れましたが、この時点では浅井朝倉連合軍にはまだ余力は残っており、近江越前周辺では比叡山の総兵衆や石山本願寺の一向一揆と手を結び、湖西の鹿軍などで攻防戦が繰り返されました。これらの戦いでは織田方の被害も軽微なものとは言えず、信長の実弟織田信二をはじめ森吉成、坂井正久などの諸将を失いました。それはそうだろ、敗戦の後で相手も必死だからな。その後信長は浅井朝倉を支持する比叡山を焼き討ちするなど、周辺的勢力の掃討に打って出ました。比叡山焼き討ち、これも有名な話だぜ。神仏をも恐れぬ所用とか言われて、みなんなをドン引きさせたやつだろ。また軍事力だけでは攻略は困難と判断した信長は、謀略によって浅井家の内部分裂を図ります。その代表例が姉川の合戦で最も武功を挙げた磯野一正の罹患でした。姉川の合戦により両国が南北に分断されてしまっていたため、犬神軍の沢山城を守備する磯野一正らは孤立してしまい、物資の補給すらままならない状態でした。そこに目をつけた秀吉が浅井家家中に一正内通の風説を流し、
長政らに数正に対する疑念を持たせることに成功。長政は再三にわたる数正からの物資補給の要請をすべて拒絶し、兵糧が残り少なくなった数正はついに織田方に投降し、その後の浅井滅亡の流れを決定つけることとなりました。次第に弱体化していった浅井朝倉両氏は、対極的な戦略に方向転換し、次第の武田信玄や本願寺兼にゃらと組信長包囲網を形成していくことになります。姉川の戦いで初戦に織田軍を散々に蹴散らした磯野の寝返りは相当な影響力があるな。恐るべきは秀吉だな。その秀吉が後日総大将として織田に城を攻め落とすことになるのです。運命のいたずらにしてはあまりにもできすぎですね。全くその通りだぜ。歴史とは運命のいたずらの繰り返しだぜ。最後に名言いただきました。というわけで今回は以上になります。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録やコメントなどもぜひよろしくお願いします。だぜ。それではまたお会いしましょう。時は元気3年、上洛を目指している武田信玄の軍は徳川家康の居城浜松城の近くにまで迫ってきました。3万の武田軍に対して徳川軍は8000です。信玄公は浜松城に立てこもらないようにするために堀江城を攻撃したのです。家康公はどうしてもこれを阻止しないといけなくなりました。両軍は三方ヶ原で激突し、家康公は大敗します。家康にとっては多勢に無勢の戦いだが仕方がなかったんだな。徳川方の城も次々と落とされていきました。今回は三方ヶ原の戦いについて解説していきます。視聴者の皆様もいろいろ意見があると思うから、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいぜ。というわけでゆっくり参る。なぜ、信玄と家康が戦うことになったんだ？当初、武田信玄、織田信長、徳川家康たちは、同盟を結んでいたので敵対関係ではなかったのです。そうなんだ。武田と家康は初めから敵対していると思っていた。そう思う人もいるかもしれませんが、駿河の今川は、甲斐の武田、相模の北条と同盟関係でした。これを公孫寸三国同盟と言います。今川が武田と同盟関係なら、今川を主君としていた家康もある意味で同盟関係だったんだな。公孫寸三国同盟を結んだ後、今川は三河地方で終わり江戸と対立します。永禄3年5月19日に桶狭間の戦いで今川が敗れました。桶狭間の戦いは知っているぞ。信長と今川の戦いだよな。永禄4年4月に、今川方として織田方と対立していた家康は独立を果たします。この時点で、家康は織田方についたんだな。それ以後、今川と家康は交戦を繰り返し、翌5年1月に、室町幕府の将軍である足利義輝が、停戦命令を出しても戦いは止まらなかったのです。将軍の命令があっても無視してたんだ。将軍の意向なんてないな。永禄6年には、遠江の国今川氏に対する大規模な反乱が起こったのでした。家康とのいざこざに国内で反乱まであれば、今川は弱体化していっただろうな。信玄は永禄8年9月に、四男勝瀬の正室に信長の命を迎え入れ、交尾同盟を結びます。そうやって、信玄、信長、家康の同盟ができたんだな。なら、いつ同盟は破棄されたんだ？甲斐の信玄は越後の上杉謙信とずっと争っていました。しかし、永禄4年の川中島の戦いをきっかけに戦略を変えていったのです。その戦略が信長や家康との同盟解消のきっかけなのか？永禄11年12月6日に信玄は今川の領土に侵攻しました。信玄は今川と同盟を結んでいなかったか？信玄は裏切ったのか？甲斐は山ばかりのため、畑を耕すことができる面積がとても少ない土地です。それだと農業による収穫が少ないだろうな。金が取れなくなれば、財政の余裕がなくなります。だからこそ、信玄は海に面した土地を手に入れたかったのです。海の交易による利益が欲しかったんだな。謙信に何度も戦いを挑んだ理由がそれか。謙信になかなか勝つことができない信玄ですが、桶狭間の戦いで、今川が織田に敗れました。今川義元が撃たれたとなれば、今川氏の力は弱くなるな。信玄からしてみれば、同盟を破棄するにはこれ以上ないタイミングだったのです。なるほどな。それで今川との同盟を破ったんだな。今川の領土を家康が取っている最中に互いに攻め込む場所を決めておかなければ、信玄は家康と戦いながら今川を攻めなくてはなりません。だから、信玄と家康は密約を交わしたんだな。これは、江戸幕府の公式史書である、徳川実記に書かれています。そして、家康は独立した後に、信長と単独で同盟を結ぶこととなります。でも隣には信玄がいるから、密約があっても家康からすれば怖かっただろうな。戦上手の信玄が隣の土地にいるのですから、いつ攻められてもおかしくない状況です。
信長は今川を討った後に京に上りますが15代将軍と対立していました。信長のおかげで将軍になったんだろ。信長の言いなりの将軍ですが、心の内では不満を募らせていたのです。そのような将軍、足利義昭は元気2年に織田信長討伐令を発布します。信玄は京を目指していたためこの信長討伐に参加したのです。まだ北条がいるのに京を目指して大丈夫なのか？信長討伐令で北条氏との同盟も復活したため、信玄は北条に攻められる心配はありません。それで、信長と信玄の同盟が破棄されたんだな。家康はどうしたんだ？家康も将軍から信長討伐に誘われますが、これを断ります。それで、信玄対信長家康連合軍という形になったんだな。信長討伐令には浅井長政や朝倉義景などの、戦国大名石山本願寺といった、反信長勢力が加わります。反信長勢には様々な人たちが参加してたんだな。信玄が同盟を破棄して今川の領土に攻め込んだことを信長は知りません。そりゃ、同盟やるのにって思うもんな。信長は同盟を破ったと怒り狂ったそうです。そうやって、信長討伐に巻き込まれた形で家康は信玄と戦うことになったんだな。三方ヶ原の戦いは、信長討伐令による反信長勢力が団結した後に、開国と信濃国と駿河国の、三国を支配していた信玄が東の北条家と同盟を組み、信長と手を結んでいた家康の領土を信玄が攻めたことが始まりです。密約があったのに、家康の領土を攻めたんだ。大井川を境にして遠江は家康が統治し、駿府は信玄が治めるというのが密約の内容です。しかしその密約は今川の領土を攻める時のお互いの利益のためのものにしか過ぎません。そして元亀3年、信玄は遠江国へ侵攻します。密約を信玄が破ったんだな。信玄は信長討伐令に参加しているため、密約はないに等しいものとなりました。武田はどれくらいの軍勢だったんだ？10月3日に甲府を立った時は武田軍は2万7000とも言われています。10月13日には多田来城を落とし、12月19日には二俣城を落としました。12月22日に二俣城を立った武田軍は、家康の浜松城を素通りして軍を進めます。家康がいた城を無視したのか？信玄が駿河を攻めたのはいつだったか覚えていますか？61年12月6日だ。信玄は12月13日に駿府に入ります。相模の北条氏が今川方として参戦してきました。北条氏の参戦で信玄の駿河を攻めるという戦略は予定通りにいかなくなったのです。家康が遠江を攻めたんだよな。信玄と連携していた家康は12月中旬に遠江を攻めました。家康が遠江を攻めることはとても順調に進んでいきます。しかし、武田方の秋山虎茂の率いる軍が北遠江に来ていたのです。三河物語によれば、駿河は信玄、遠江は家康、という密約を交わしていましたから、秋山が率いる武田の軍がいることはおかしい。すぐに引き返せ。と、家康は言います。そう言われても、信玄は軍を引かなかったのか？いいえ。秋山は軍を退きました。12月22日付の信玄が家康に宛てた手紙には、家康の急速な出陣に満足していること、掛川城の今川氏真を攻めるべきこと、武田軍が遠江国へ向かうことが堂々と書かれていたのです。信玄は密約を初めから破るつもりだったのか？そうですね。これは、信玄から密約を破ったとも言えます。三河物語での密約は、家康が信玄との間で今川の領土を分けるために交わされました。しかし、信玄の戦略や戦術が書かれた書物、紅葉軍鑑では、密約の内容が少し違います。どう違うんだ？信玄は駿河を、遠江を家康が取れるのであれば収めても良いという内容です。家康が取れるなら家康が、取れなければ信玄が取るという、どっちが手にしても良さそうな形か。紅葉軍鑑ですと、どちらが手にしても良さそうなニュアンスとなっています。家康と信玄の間の密約の内容は今も研究者の間で意見が分かれています。秋山が率いる武田軍が遠江の北部にいます。それに対して、家康が約束が違うと、反論したため、信玄は軍を引いた、という点は確かなことです。両者ともにわだかまりが残りそうだな。元亀3年10月21日付で、奥三川にいる奥平定勝に宛ての信玄の手紙には、5日間で天竜川を越え、浜松に向けて軍を進める、3年間の恨みを晴らす、と書かれています。3年にもわたる家康への恨みとは何なんだ？手紙から3年前の A62 年以降の家康の動きを指していると思われます。信玄と家康は今川の領土の取り分けについて密約を交わしたんだろ？今川義元が桶狭間の戦いで信長に負け、その後、
今川家の当主を今川氏真が継ぎました。信玄と家康の両者に駿河を攻められ、氏真は家臣たちの命を助けるために家康に降伏して掛川城を明け渡します。これにより氏真は領土を全て失います。今川はこれで戦国大名として滅亡したんだな。今川氏真の除名は家康が勝手に言ったことだと言われています。これが3年にわたる家康への恨みか。また掛川城を明け渡した時に北条、今川、徳川で同盟を結びました。その内容は信玄から駿河を奪い返せば氏真に駿河を返すというものです。それは信玄が怒っても無理ないな。これは信玄との約束を先に破ったのは家康だったとも言えます。翌年に家康は信玄の宿敵である上杉謙信と越相同盟を結んでもいます。家康よ、信玄の敵である謙信との同盟はダメだろ。これら一連の出来事が信玄の恨みで密約を破った原因でもあるんだな。信玄の宿敵である上杉に近づいた家康を信玄が許すはずがありません。信玄が遠江に軍を進めたのが元亀3年10月10日です。その勢いは凄まじく、10月21日までに徳川方の高天神城が落とされます。信玄の本隊は木原、西島に布陣します。掛川城や久野城が狙われると、そうはさせまいと家康も浜松城から出陣します。三河物語では両者の緊張状態が書かれています。どんな風に書かれているんだ。信玄は軍を進め木原、西島に陣を置き、家康も見つけの原に軍を進めます。木原、西島を偵察している時に信玄に見つかり騎馬で攻められました。家康は見つけに陣を張ってたんだな。内藤信成、本多忠勝の隊をさらに前進させて、家康は三河の台に陣を張ります。武田軍に見つかり、忠勝らは三河の台で武田軍と激突しました。大軍を率いる武田軍にかなわず退却します。見つけに戻り家康に戦況を報告し、共に浜松へ帰還を試みます。しかしあまりにも武田軍の追撃が激しく、天竜川を渡り切るための時間が必要でした。時間稼ぎのために何したんだ。三河物語によれば火を放ったそうです。ただ信玄は地理をよく知っていたため、上の台まで騎馬で追いかけてきたのでした。そして追いつかれてしまいました。見つけに火を放って時間を稼いだけど、結局は合戦になったんだな。なんとか家康たちは浜松に撤退できました。よく家康たちは浜松に帰れたな。本多忠勝と大久保忠久の2体が死んだりを務めたため撤退することができたのです。徳川四天王の一人である本多忠勝か。忠勝は陰楼斬りの槍を振り回して武田軍の攻撃をなんとかしのいだそうです。信玄は浜松城をそのまま攻めようとしたのか。浜松城を目前に武田軍は西へと方向を変え、家康のいる浜松城を素通りしたのです。家康はこれをチャンスと思い武田軍を追いかけますが、これこそが信玄の予想通りだったのです。どういうことだ。薄く左右に広がる角翼の陣を取った家康に対し、信玄は魚の鱗のように中央が前方に突き出た魚鱗の陣を築きました。魚鱗の陣は短期決戦を狙うために信玄が愛用した陣形です。信玄は城攻めが嫌だったから城から家康をおびき出したってことか。城攻めは時間がかかるため、その間に信長の援軍がやってきてしまいます。城攻めを避けるために浜松城を素通りし合戦に持ち込んだんだな。当時の戦略のセオリーとしては、背後を突かれないようにするために進路にある城は必ず落としていくか、別動隊に城を包囲させて足止めをします。信玄はそれらをすることなく本当の素通りをしたのか。信玄は自分を気にもかけない存在だと家康は思い、恥ずかしめを受けたのです。三河物語では敵には約3万もの軍がいます。また信玄は戦上手です。しかし徳川の軍にはたったの8千しかいません。追いかけるのは無謀だと重臣たちが家康をなだめています。確かに戦力の差がありすぎるから家臣たちが止めるのも無理はないな。信玄にけしかけられたとはいえ、家康の判断ミスとしか言いようがありません。新説家康と三方原合戦という本によれば、家康が信玄を追いかけたのは信玄が堀江城を目指したからとなっています。信玄が堀江城を落とすのを阻止するために家康が追いかけたのは仕方がなかったとする説です。どういうことだ。信玄に堀江城を落とされれば浜名湖水運の主導権は信玄に奪われてしまいます。浜松城は補給の要が浜名湖水運のため、家康は堀江城を死守しなければなりません。浜松城にとって浜名湖水運はとても重要なんだな。信玄は二俣城の水路を断ってから落としているので、この説には真実味があります。家康はどうして角翼の陣を敷いたんだ。角翼の陣は中央に位置する本陣が後方にあり、左翼東翼が最前線に立つ形です。
両翼に当たる2軍で敵を挟み込みますが、兵力が勝る相手には敵しません。これ以上コケにされたくないという焦りもあったのかもしれません。陣形にも問題があったんじゃないか。信玄が取った魚鱗の陣は三角形のピラミッドの形に部隊を配置するのが特徴です。先方が崩れてもすぐに地砲を繰り出せるため、少ない兵力で敵を撃つときに使われます。信玄は大軍にもかかわらず念には念を入れて戦に当たっていたんだな。三河物語でも家康は信玄が新たに出した軍を次々と崩していったと書かれています。三河武士の意地を見せたんだろうな。それでもやはり信玄にはかなわず、家康は敗走してしまいます。さらに信玄は各方面の軍勢をけしかけて家康に襲いかかったのです。家康からすれば絶体絶命のピンチだな。大負けしている家康は信玄に対して命がけで戦いますが、ある家臣が家康の命を救います。それが夏目吉信です。徳川実記では家康は夏目からすぐに城に帰るよう言われますが、家康はここで討ち死にすると抵抗したそうです。三河物語や松平記でも家康は家臣たちが制止するのを振り切って追いかけたとあります。家康はとても悔しかったんだな。家臣たちに武田の大軍を見て腰が抜けたのか、目の前の敵が素通りするのは悔しいというほどとても悔しがったそうです。家康がただ短気を起こしたのか、堀江城を死守するために武田軍を追いかけたのかはわからないが、武田軍を追いかけることを家康が決めたことには変わりないな。その結果家康は大きなダメージを受け、逃げるしかなかったことには違いはありません。リーダーとしての情けなさから生き恥をさらしたくなかったのかもしれないな。ところで討ち死に覚悟だったのに、家康はどうやって生き延びたんだ。夏目は家康の馬の口を掴んで、そばにいた黒柳武重に、私が主君の身代わりになる、お前はすぐに音もして撤退せよと命令します。そして夏目は自分が家康だと名乗って戦いました。夏目を身代わりにして家康は逃げることができたんだな。夏目が身代わりになろうとした時でも家康はその場を動こうとしなかったそうです。しかし強引に戦場から引きずり出されたのです。そしてその後にも松井左近忠次が自分と家康の甲冑を交換して戦ったと伝わっています。家臣たちは命がけで家康を守ったんだな。徳川実記では家臣たちが必死に家康を逃がそうとしていることが書かれています。ところで三方家原ってどの辺なんだ。三方家原の戦いが書かれている同時代の資料はあまりありません。そのため具体的な場所については今も分かってはいないのです。信玄がどうやって軍を進めていったのか、そのルートからは考えられないのか。信玄のルートについてはこれまでは信濃から南の方向に向かって軍を進めたと考えられていましたが、近年の研究では駿河から西の方向に軍を進めたことが分かっています。大体の場所も分からないのか。現在の静岡県浜松市北区三方原町近辺です。両軍の戦力は武田が約3万で徳川が約1万1000なんだよな。これについても実は分かっていません。三河物語によれば徳川の8000に信長からの援兵3000を含めたとなっています。これは朝倉義景宛ての信玄の手紙にもありますが、状況から見ると援軍が少ないと指摘されています。意外と分からないことが多いんだな。他にも浜松城を信玄が素通りした時に追いかけようとする家康を必死に止めたと三河物語にはありますが、落ち穂州では信長からの援軍の将だったとなっています。武徳大盛期では信長の命によるもののため出撃してはならないと止めたとなっています。多少の違いはあるが、反対する声が多いのに家康がその声を振り切ったのは同じなんだな。信長の実績をまとめた信長後記では堀江城に軍を進めた武田軍を食い止めるため家康が追いかけたと書かれていますし、東大記では三方ヶ原に向かった武田軍を偵察するために人を派遣したら武田軍と小競り合いが始まってしまい、この偵察隊を助けるために家康が行ったら合戦が始まってしまったと書かれています。三方ヶ原で合戦になってしまった理由がそれぞれの書物で違っているんだな。戦いが始まったのが日没に近い時間帯だったと考えられていますから、近年では偶然的に起こった戦いだったとする説が有力視されています。家康にとっての人生最大の負け戦だったことは分かったが、どれくらいの被害だったんだ。家康側は2000人程度、信玄側は200人程度の死傷者が出たと考えられています。これにも諸説あります。三方ヶ原の戦いで家康が大敗した後はどうなったんだ。大敗後に家康や家臣たちがどう動いたのかは書物によって多少の違いが見られます。徳川実記によれば浜松城に敵が押し寄せてくるため早く門を閉じようとしましたが、家康は
帰ってくる兵たちが城に入れるように城の門は閉めてはならないと言ったそうです。敵が攻めてくるかもしれないのに、家康は家臣のことを第一に考えたんだな。さらに家康は大敗しながらも湯漬けを3杯食べて、高いいびきをかいて寝たそうです。家臣たちは不安だったろうな。徳川実記によると、近くに控えていた、男も女も心を打たれたと書かれています。そして家康は鳥居元忠や渡辺守つならに夜襲をかけさせて、敵を追い払ったと、徳川実記では書かれているのです。信玄に浜松城を落とされなかったのは、家康や家臣たちが力の限り戦ったからなんだな。徳川実記では、そのスタンスをとっています。三河物語でも、負けても戦意を失わなかった家康の重臣たちを描いています。家康に仕える大久保忠世が、勇ましいことを言ったですとか、信玄が勝つに分かったが手強い敵だと、信玄が感心したかのような様子が描かれています。敵ながらあっぱれと言わんばかりのことを徳川側の書物には書かれているんだな。徳川実記では、信玄が勝利しても恐ろしいのは、浜松の敵だと思わず声を漏らしたと書かれています。要は、信玄が浜松城を落とさなかったのは、家康が手強かったからだと言いたいんだな。三河物語は大久保忠世の弟が書いたもので兄の活躍を大げさに書いたのかもしれません。家康が生きている以上、家臣たちが力の限り戦ったのは確かだろうな。マリサは家康が恐怖のあまりに馬上で脱糞したという話を聞いたことはありませんか？あるぞ漏らしたことを家臣に指摘されたらこれは味噌だと言い返したってやつだろ？そのエピソードがこの戦いに負けて城に帰る道中の話か。実はこのエピソードには、根拠となる資料がありません。そうなのか？単なる構成の創作なのか？また、家康は面目を失ったことを忘れないために、自分の情けない姿を絵に描かせたという話も、信用ができない話なのです。それは、絵かなんかで残っているんじゃないのか？あるのはあるのですが、しかみぞうは、紀伊徳川家から嫁いだ百合姫の所持品なのです。記録には、しかみぞうのことを東照宮尊栄とあるだけで、戦いの記述はありません。同じ過ちを犯さないようにするために、合戦直後の姿を描かせたという記録はありません。1780年に結婚した際の持参品の一つなので大敗後の春川後に描かれたのかもしれません。同じ過ちを繰り返さないために描かせた。というのは、いつくらいから言われ始めたんだろうな。明治43年、名古屋開府300年記念会が発行した尾張慶光に、初代尾張藩主の徳川義直が、自分も子孫も同じ過ちを繰り返さないために、家康が三方ヶ原の戦いで敗れた姿を描かせたと記されています。なるほどな。これがいつの間にか大敗直後にすり替わったんだな。大敗直後に書かせた可能性もゼロではありません。信玄が総攻撃をすれば浜松城は落ちて、家康を討ち取ることは可能だったのか？可能だったと思います。信長との対決のために兵力を大事に取っておきたかったのだと思います。公用軍官によれば、多くの信玄の家臣たちが浜松城に攻め込むべきだと主張しています。しかし公用軍官の作者でもある高坂壇上は浜松城を落とすことには反対しています。どうしてだ？浜松城を落とすことにこだわれば、織田軍が加勢に来る時間を与えてしまうため、城を落とすには、兵力も食料も失うため武田軍にとっては不利なのです。家康は上杉謙信とも同盟を結んでるから、信長と謙信の両方が加勢するかもだもんな。高坂壇上のこの言葉に信玄は納得したため浜松城を攻めなかったのだと思います。そして、お坂部で年を越してから野田城を落としましたが、信玄の病が悪化しました。長篠城で療養していましたが治らず、甲斐への撤退をする道中で信玄は死去します。信玄は自分の残り時間が少ないことを予見していたのかもな。信玄が自分の死を3年は隠せと、遺言を残したことは有名ですが、武田軍が撤退したとなれば、何かが起こったことは明らかです。そうだな。突然、攻めるのをやめれば誰だって、何かあったとは思うな。家康は、駿河に軍を進めて遠江ある城を次々と奪っていきます。信玄の死で、三方ヶ原の戦いに勝った信玄と敗れた家康は、大逆転したんだな。というわけで今回は以上になります。最後まで見てくれて、ありがとうございます。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いしますだぜ。それではまたお会いしましょう。時は天正3年5月21日、甲斐武田の滅亡の原因となった長篠、設楽原の戦いで、武田が敗れた原因は、鉄砲だけじゃなかったって知っていますか？なんだそれは。3000丁の鉄砲でみんなやられたって小学校で教わったぜ。私も小学校でそう習いましたが最新の研究では3000丁も疑わしくなってきました。何が本当なのかわからなくなってきたぜ。どうせなら他の原因も知りたいぜ。ということで今回は長篠の
視聴者の皆様もいろいろ意見があると思うから、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいぜ。というわけで、ゆっくり参る。話は元気3年まで戻ります。将軍足利義昭は信長に対抗する勢力を糾合して挙兵しました。坊主の考えそうなことだぜ。そこで武田信玄は義昭の呼びかけに応じ、信長の盟友、徳川家康の領地である三河に侵攻し、織田氏と武田氏を断絶させました。おう、味方ヶ原の戦いでは家康もヤバいと思ったぜ。しかし、信玄の急死により精神は阻まれ、武田軍は本国への撤退を余儀なくされました。一方、信長は朝倉氏や祭祀などの反信長勢力を排除し、将軍義昭を京都から追放しました。京都を脱出して義昭は気が楽になったと思うぜ。友でのんびりできるぜ。自ら京都を占領し、天下人、として台頭しました。自分のことを上様と呼ばせたぜ。武田氏の撤退に伴い、三河の徳川家康は武田氏への反抗を開始し、三河、遠江で奪われた城の奪還に努めました。家康はまず奥三河に影響力のある奥平氏との再連携を試みました。でも定吉はいろよい返事をしなかったんだろ？そうなんです。でもどうしても奥三河を徳川方として抑えたい家康は信長に相談します。相談なんて珍しいな。仲良しみたいだぜ。信長は家康の娘亀姫を定吉の長男定政に嫁がせよう、と提案しました。人の家の婚姻に口出しか？上から目線だな。政略結婚しかないかなと薄々気づいていた家康は信長の意見を受け入れ、定吉に亀姫と定政の婚約に加えて領地の加増、定吉の娘を、本田重澄に入荷させることを条件に再度徳川家帰参を打診しました。今度は大丈夫だろう。破格の申し出に定吉も納得し、元亀4年6月22日、定吉は家康に信玄の死は確実なことや、定吉親子は徳川帰参の意向ですことを伝え、しばらくして再び徳川の家臣となりました。8月21日、奥平家は一族郎党のほとんどを引き連れて亀山城を去り、徳川家に駆け込みました。このことに激怒した勝頼は奥平の離反から5日後の8月26日、次男の千千代ら3人の人質を処刑しました。一説にはノコギリ引きにして処刑されたとも言われていますが、定かではありません。怒るのはわかるが勝頼も結構エグいじゃないか。定吉は家督を長男の定政に譲って隠居しましたが、奥三河の知性や人物を教える相談役として家康の元に残ったと伝えられています。家康の方が詳しいんじゃないのか。家康は奥平定吉の息子定政を長篠城に送り込みました。大未来の義理の息子を最前線に送ったのか。武田の後継者となった勝頼は遠州三河の支配権を取り戻すべく反撃を開始しました。ついに動いたか勝頼。1574年天正2年2月、勝頼は織田領の美濃の明智城を攻め落とし、6月には遠江において、信玄も手こずった高天神城を落城、順調に徳川侵攻を進めていきます。この頃はやたら強かったんだよな勝頼軍団。そして、奥平家の離反から2年後の天正3年、1575、4月、岡崎に出陣し、大軍を率いて三河に侵攻しました。浜松じゃなくて岡崎なのか。しかし武田の岡崎侵攻と同時期に、信康家臣、大岡弥四郎は恐ろしい計画を立てていました。ちょっと待って、武田方じゃなくて徳川方が？その内容はまず、弥四郎が岡崎城を訪れ、家康が到着したと偽って開門します。この間、武田軍は東三河から岡崎に侵攻し、岡崎城を占領して城主信康を自害に追い込みます。また、徳川領主を服従させるため、岡崎の男たちの妻子を人質に取り、浜松領内に戻って厄介になりそうな家康とその諸将を待ち伏せして殺害します。これはヤバくないか。この計画は書状にしたためられて勝頼に送られ、勝頼の承認を得ていました。なんだ勝頼も絡んでいるのか。往年の真田幸隆みたいだな。しかし事前の密告で弥四郎一味は一網打尽にされ、岡崎のクーデターは未然に防がれました。ギリギリセーフだったぜ。岡崎城攻略と信康殺害を断念した勝頼は5月上旬、軍勢を長篠城に向かわせ、長篠城を包囲しました。それで岡崎を諦めて長篠に向かったのか。納得がいくぜ。長篠城を囲んだ上で裏山に多くの砦を構え、徳川軍の侵攻を食い止める体制を整えていました。長篠城は500人の兵を要し、周囲を谷川に囲まれた地形のおかげで武田軍の猛攻に何とか持ちこたえていました。家康の娘婿を送っていたんだろう？大丈夫だぜ。しかし兵糧庫の消失により食料を失い、
数日以内に落城することは間違いない状況に追い詰められました。ああ、ありがちなやつだ。なんでいつもそうなるんだ。武田軍1万5千の前に長篠城の守備兵は500人の小勢力でありましたが、200門の鉄砲と大砲、そして谷に囲まれた地形のおかげでなんとか武田軍を食い止めることができました。大砲まであったのかい。時代が進んでいるぜ。5月14日の夜、奥平定政は鳥居総衛門を密使として約65キロ離れた岡崎城の家康に緊急事態を訴え、援軍を要請しました。お、有名な話だぜ。鳥居は野営に紛れて関佐川を潜り、武田軍の厳重な守りを突破し、15日午後岡崎城に到着。そこでは信長率いる3万の援軍と家康の8千の軍勢が長篠に進軍する準備を整えていました。鳥居は信長と家康に戦況を報告し、翌日家康と信長の大軍が長篠城救援に出陣することを知りました。鳥居は一刻も早く長篠城に吉報を伝えようと引き返しましたが、16日早朝、長篠城が見えるところまで来たところで武田軍に発見され捕らえられてしまいました。鳥居は最初から死を覚悟し、武田軍の厳しい尋問にも臆することなく、自分は長篠城からの使者であり、織田徳川からの援軍が長篠城に向けて出発しようとしていることを明らかにしました。さすが三河武士、潔いぜ。鳥居の大胆な言動に感心した武田勝頼は鳥居に取引を持ちかけました。どんな取引だ。今からお前を城の前まで連れて行くから、お前は城に向かって、援軍は来ない、諦めて早く城を明け渡せと叫で、そうすればお前の命を助け、所領も望みのままに与えると言ったのです。マジか勝頼、小さいな。それで総右衛門はどうしたんだ。鳥居は表向きこれを承諾しましたが、実際に城の前引き出された鳥居は信長と家康の大軍が間近に迫っていることを告げ、城兵を励ましたのです。勝頼は激怒し、部下に命じて鳥居をその場で貼り付けにし、槍で突き刺しました。有名な旗が今でも残っているぜ。見事だ総右衛門。一方、信長軍3万と家康軍8千は5月18日、信長率いる織田、徳川連合軍は長篠城の手前 3km の設楽原に到着し、築城を開始しました。今、築城と言ったのか？はい、設楽原は川沿いの丘陵地で、川を堀に見立てて、城壁の代わりにしがらみを築くという、当時の日本では珍しい野戦築城法でした。やるな信長。信長の戦略は、自分が戦略的に有利に進められる場所に仮の城を築き、向こうからの攻撃を待つというものでした。最初からそういう計画だったのか。いや、当初は心が揺れていたようです。5月20日午前0時、信長は家康の重臣酒井忠次を呼び出し、徳川軍から弓矢や火縄銃に優れた兵役2000人を選抜して指揮させ、さらに金森長地から鉄砲隊や剣持500人を含む約4000人の兵力を編成して奇襲をかけるよう命じました。先ほども言いましたが、設楽原は沢や川に沿って南北に連なる丘陵地帯です。ここからは敵陣の奥まで見通すことはできませんが、信長はこれを逆手に取って3万の兵を敵に見つからないように一列に配置し、小川や連和川を堀として防御陣地を築いたのです。逆転の発想だな。成功するやつにはよく聞く思考法だぜ。川向こうの台地の両斜面を削って人工の急斜面を作り、さらに馬防しがらみを設けて3層の土塁を築いました。大変な土木作業だな。グッジョブだぜ。つまり信長方は無防備に近い砲兵部隊を主力として武田の騎馬隊を迎え撃つため、しがらみや土壁で防御する戦術を取ったのです。この時点ではうまくいくかどうかわからんかったわけだな。一方、信長到着の報を受けた武田の陣では直ちに軍議が開かれました。山形正景、馬場信春、内藤正秀ら信玄の重臣たちは、信長本人が進軍中と聞いて退却を進言したといいますが、ここで信長を叩いておかないと織田と武田の差は開くばかりであると危惧した勝頼は決戦を決意しました。いや、勝頼は年寄りの話は聞かないぜ。勝頼は長篠城に3000の兵をとどめ、残りの1万2000を設楽原に向かわせました。多勢に無勢だぜ。これに対し敗色濃厚となった信玄以来の旧臣たちは酒を酌み交わし、死闘を覚悟して別れました。水杯か。よく描写される場面だぜ。武田軍は7将が長篠城に移り、勝頼は約1万2000の軍勢を率いて滝沢川を渡り、織田軍から約20町離れた13の陣地に分かれて西向きの陣を敷きました。一方、勝頼が3000の兵を長篠城に残し、織田、
徳川連合軍の近くに陣を敷いていることを知った信長は、5月20日の夜、弓と鉄砲の腕に優れた約4000の別動隊を編成し、家康の家老、酒井忠次に長篠城への奇襲を命じました。別動隊は、正面の武田軍を密かに迂回して豊川を渡り、南から尾根伝いに進み、翌日未明、長篠城包囲の要です鳥羽山砦を背後から攻撃しました。鳥羽山砦は長篠城を包囲して監視するために築かれた砦で、近くと中山砦、久間山砦、乳母ヶ山砦、君ヶ砦の4つの福狂輪から構成されていましたが、奇襲の成功により全て敗退しました。忠次よくやったぜ。これにより織田徳川連合軍は長篠城を守るという主目的を達成することができました。そして武田軍本体の退路は断たれました。この攻撃の裏には逸話があります。どんな逸話なんだ。織田徳川連合軍の合同会議で酒井が急襲を提案しましたが、信長は当初武田軍への情報漏れを恐れてこの案を却下しました。そして後に秘密裏に酒井を呼び寄せ、検索を称賛するとともに即時行動を起こすようで辞したとされています。信長に褒められてよかったな忠次。まあこういうことは徳川の方でやれということだろう。信長の考えそうなことだぜ。間接的とはいえ、鳥羽山への攻撃は退却路を脅かすものであり、入間の産卵によって武田軍の判断材料と時間が限られていたことも、この後の武田敗北の大きな要因になったと考えられています。信長にしてみれば、失兵して長篠城を守ったことで家康への義理は果たしたのだから、これ以上無理に戦う必要はないだろ。確かにその通りです。勝頼が危惧したように武田軍との差は今後開くばかりで、長引けば長引くほど自分に有利なのは明らかでした。しかし近くに武田軍が並んでいるのを見て、天の与えた機会だと喜んだそうです。彼は頂点になり武田軍を殲滅する作戦を練ったのです。武田殲滅という欲が出てきたわけだぜ。一方将来の改善を睨んだ徳川は、強力な織田援軍を得た今度こそあらゆる手段で武田を叩こうと考えたのです。実際この作戦で徳川の目論見は成功し、長年武田と争奪戦を繰り広げた奥三河を完全に掌握し、歴史的敗北で弱体化した武田に対して攻勢をかけることに成功したのです。家康はこれでかなり儲けたな。しかし勝頼はなんでこの時点で退こうとしなかったんだ。前年の第一次高天神城の戦いの圧勝で状況が今回と似ているため、勝頼が自信過剰となって勝てると判断したという説や、鳥羽山の酒井忠次の別動隊4000の迂回を勝頼は察しており、第四次川中島の戦いの再来を狙ったという説などがあります。なるほどな。前例に従うとろくなことはないぜ。5月21日早朝、武田軍は織田徳川連合軍に突撃しました。いよいよ始まったぜ。信長の狙い通り、地形の状態から武田軍の兵力よりも連合軍の兵力が少なく見えたため、騎馬隊は薄っぺらく見えるしがらみを簡単に突破できると思い、果敢に突撃しました。しかし信長の鉄砲隊の連射に次々と倒されていきました。例の三段打ちの始まりだぜ。はい、そうなんですが、これもまた諸説あります。なんだそれは。聞きたいぜ。三段打ちじゃなかったのか。伊沢元彦は三連射はなかったものの、千門もの鉄砲が同時に走射する轟音に武田軍の軍馬は冷静さを失い、騎馬隊は大混乱に陥った可能性があると指摘しています。鉄砲の音がバカでかくて馬が暴れたっていうことか。しかも戦況なのか。織田軍は以前にも西下軍の鉄砲隊との戦いで、狙撃兵を隠すためにおとりの空砲を西下軍が連射して自分が混乱に陥ったことがあり、鉄砲の一斉乱射は当時の軍に大きな抑止効果をもたらした可能性が高いといいます。馬が暴れたら確かに突撃はできないぜ。信長はそれを知っていたということだぜ。逆に武田軍は西下や根幌のような鉄砲隊が率いる軍と戦った経験がなく、過去に苦杯を舐めた織田軍に比べ灰とどろき対策が遅かったのではないかという説もあります。言われてみればそれはあり得る。この時点では圧倒的に信長軍の方が経験値が高いぜ。一方鈴木雅也はこの説を否定しており、武田軍は以前から鉄砲を使用していて、例えば長篠の戦いでは長篠城が穴だらけになるほど多くの鉄砲を持ち込んだと考えられており、鉄砲の音に対する馬の反応を知らないはずがないと指摘しています。そう言われてみればそれも納得できる話だぜ。いずれにしても武田軍の惨敗の原因については、武田騎馬隊がしがらみの前で攻撃力を発揮できず、鉄砲のタイムラグを見越して断続的に攻撃したものの、織田軍の三連射の下ではタイムロスが減少して損失が増大し、
戦力の減少が明らかになったところで、しがらみの奥から打って出た織田軍と徳川軍の連合軍が武田を全滅させたとする説が一般的です。そうだよな、鉄砲だけで全滅したとは考えにくいぜ。三段打ちの効果には技術的に疑問がありますし、武田軍が午前から午後にかけて数時間も鉄砲の射程圏内にいて常に掃射を受けていたのも考えてみればおかしいです。俺が思うに、鉄砲を撃ち続けていたら重心が厚くて持っていられなくなるぜ。その通りです。しかも新潮後期の記述によれば、しがらみを通って出入りしたというから、いずれにしても一般に受け入れられている説には大いに疑問があります。また暦の上では5月の梅雨時でありましたが、この日はなぜか武田軍の陣周辺以外は晴天であったため、織田軍の鉄砲が大活躍した一方、武田軍は霧のために織田の状況を正しく把握することができず、損害に拍車をかけたという説もあります。いずれにしても織田徳川連合軍に点は味方したということだよな。それでも戦いは8時間に及びます。戦いの最中、勝頼は長篠城周辺の砦が奇襲攻撃で全て陥落したとの報を受けます。籠城していた奥平軍も城から打って出て境軍と合流し、長篠城付近に駐屯していた武田軍を総統し、設楽原に進出していた武田本隊の退却を脅かしました。やるじゃないか、忠次定政グッジョブだぜ。後方への退路を断たれた武田軍は前方へ攻め上がるしかなかったのです。だろうな、それこそ川中島の再来だぜ。前進あるのみだぜ。しかし慌てた将兵たちは総大将勝頼の命令に背いてまで勝手に交代を始め、武田軍の陣形は大きく乱れました。なんだと、どうした武田騎馬軍団。武田の元々の陣形は左右の側面に主攻撃隊が配置されており、連合軍側の鉄砲も多くがこの両側面に配置されていたため、両側面に損失が集中しました。そのため多くの名将が戦死しました。でもこれは勝頼にとっては想定内だったんじゃないのか。そうです、惨敗の原因の一つは武田軍の陣形が崩れたことです。両翼を包囲するように設計されたものでした。もともと劣勢に立たされた武田軍が採用した陣形は、信玄が川中島で使った角翼の陣か。そうです、劣勢が優勢を破った例は洋の東西を問わず多いです。これは敵陣をどちらかの側面で迂回することで勝利を得る戦術でしたが、どちらかの側面が敵陣を迂回する前に中央軍が崩壊すれば、その両側面は取り残されて大きな損害を被ることになります。長篠の戦いはこの失敗の典型的な例でありました。左翼は山形と内藤の手中にあり、右翼は馬場、真田兄弟、土屋の手中にありましたが、彼らは皆優れた戦士であり勇敢な指揮官でした。武将の置き方は完璧な布陣だぜ。中央戦線の崩壊は叔父の武田信康といとこの穴山新君の早期撤退により両翼の損害を増大させました。実際戦死した武将の多くは両翼の武将であり、中央の武将の多くは親族を除けば生還しており、戦死した武将はいとこの望月新江だけです。また信長は両翼の方位を予測して限られた鉄砲を両翼に集中させたと考えるのが自然です。実際山形は左翼、土屋は右翼で撃たれています。信康ダメじゃないか、絵ばかり描いているからこうなるんだぜ。その結果戦国最強と言われた武田軍は織田、徳川連合軍に敗れました。戦いの結果織田、徳川連合軍は名将を一人も失いませんでしたが、武田軍の損害は甚大でした。死傷者の数は1000人とも1万人とも伝えられます。1000人と1万人、普通に違いすぎないか。信玄が丹精込めて育てた最強の武将たちが露と消えました。勝頼はわずか数百人の旗本に守られながら、一時は菅沼定忠に助けられ武雪城にこもりましたが、信濃の高円城に退却しました。越後上杉の抑え部隊1万を率いていた海津城代高坂正信は、上杉謙信と和睦した後に勝頼を出迎えてこれと合流して帰国したといいます。高坂壇上ここにいなくてよかったぜ。いたら真っ先に突撃してたぜ。ここまで散々の言われようの勝頼ですが、長篠、設楽原の戦いでは様々な不幸が折り重なっていたと考えられます。確かに才能では父親に負けてないぜ。まず父親が偉大すぎたということです。ああそれね、よくある話だぜ。信玄の急死は単に首相を失っただけにとどまらなかったということです。信玄襲来の時点では信長軍は武田軍を迎え撃つだけの戦力には程遠く、徳川軍は苦戦を強いられましたが、信玄を失い武田軍が帰国したことが戦局を大きく変えました。なんであのタイミングなのかと神仏を恨んだと思うぜ武田の方々は。信玄の死から勝頼の反撃までの短い間に
信長は将軍足利義昭を京から追い出し、室町幕府を滅ぼし、朝倉、浅井、三好の反幕府軍を一挙に全滅させました。家康もかなり手伝ったぜ。こうして、勝頼が長篠城を攻撃したとき、信長は三河に軍勢を集中させることができました。でもしょうがないだろう。3年間動くなって信玄に遺言されたんだろ。武田の1万5000の大軍に対して、家康は8000の兵しか用意できず、信長の3万の援軍がなければ、徳川軍は勝つことができなかったのです。もう一つは武田家臣の側にあります。どういうことだ。武田信玄は並外れたカリスマ性と統率力を持ち、家臣たちから慕われ、尊敬されていた名将でした。偉大すぎる親の息子は、なおさら扱いにくかったのです。なるほどね。どう扱っていいかわからないというやつか。しかも勝頼は信玄の側室の四男で、本来武田家を継ぐ資格はなく、母方の諏訪家にちなんで、諏訪勝頼、と名乗っていました。後白河法皇と一緒で本当はなるはずがなかったってやつだな。その例えはよくわかりませんが、兄たちの相次ぐ失敗年により、突然武田家の後継者に指名されましたが、年長の家臣たちは勝頼を認めることができず、政策を決定する際にしばしば反対しました。厄介なジジイどもだと勝頼は思っただろうぜ。このことが、重要な決戦であった長篠の戦いにおいて、一致団結して戦うことができず、敗戦の一因となったと言われています。途中までは団結してたぜ。そして相手が信長だったことです。長篠の戦いでは、織田、徳川連合軍が圧倒的な数的優位に立ちましたが、信長は一歩も譲りませんでした。明智城と高天神城の落城から判断して、信玄と同様に勝頼を脅威とみなし、武田最強の軍勢に対処するために考え抜かれた戦略を練ったのです。信長にこいつを生かしておくとヤバいとマークされてしまったわけだぜ。そしてこの後、武田は滅亡への道を進んでいくのです。ここからは雪崩のごとくだぜ。強力なリーダーシップも大事だが、やはりそのリーダーシップは互いの尊敬と協調の上に成り立つということだぜ。今回もうまくまとめていただきありがとうございます。どういたしまして、だぜ。というわけで今回は以上になります。最後まで見てくれて、ありがとうございます。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いしますだぜ。それではまたお会いしましょう。時は1584年。羽柴秀吉が徳川家康と織田信夫に戦いを挑みます。小牧、長久手の戦いの勃発です。確か、秀吉が亡き織田信長の意志を継いで天下統一を進めていた最中の戦だよな。秀吉と家康の戦いだなんて、ワクワクするぜ。ということで今回は、小牧、長久手の戦い、について解説していきます。視聴者の皆様もいろいろ意見があると思うから、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいぜ。というわけで、ゆっくり参る。では早速、小牧、長久手の戦いに至った経緯を解説します。1582年に、本能寺の変で織田信長が応死します。天下統一を目前に控えた、無念の死でした。まさか信頼していた家臣の明智光秀に裏切られるなんて、信長もびっくりしたと思うぜ。本当ね、羽柴秀吉は、主君織田信長の死の知らせを聞くやいなや、明智光秀を討つことを決めました。光秀はすぐに撃たれてしまうんだよな。その通りよ。そして裏切り者を成敗した羽柴秀吉が織田家家臣の間で権力を強めていくことになります。賤ヶ岳の戦いでライバル柴田勝家を滅ぼした秀吉でしたが、まだ彼には倒さなければならない敵がいました。わかった。家康か。当たりよ。信長の次男信夫が秀吉への反感を強め、家康を頼ったことがきっかけで1584年に小牧、長久手の戦いが勃発しました。秀吉軍と家康信夫連合軍が戦ったってことだな。秀吉は天下統一を果たしたし、家康は後に江戸幕府を開くことになる。互角の戦いになりそうな気がするぜ。それが、軍勢の数で言うと秀吉軍の圧勝でした。秀吉軍10万に対し、家康軍はわずか1万、10倍ほどの兵力差があったと言われています。10倍か。これにはさすがの家康も勝てなさそうだな。と、普通ならマリサのように思うはずですが、そこはさすがに戦国時代を終わらせて、安寧の世を築いただけの家康です。これほどの差があったにもかかわらず、家康は秀吉軍を撃退します。まさか？どうやって勝ったんだよ？それは後で詳しく解説するから、ここでは簡単に結論だけ述べるわよ。わかったぜ。正確に言うと、最初は秀吉軍が負け、次は秀吉軍が勝ち。その後の戦いでは家康軍が圧勝して秀吉軍の有力な武将たちを討ち取ります。
そこで秀吉も出陣するのですが、その時にはすでに家康は帰った後で、もぬけの殻でした。そういうわけで、小牧、長久手の戦いでは、家康と秀吉は直接戦わなかったのです。拍子抜けしたぜ。しかし、それでどうやって決着をつけたんだ？その後、秀吉は信夫を孤立させる作戦に出ます。秀吉は次々と信夫の支配下にある城を陥落させ、信夫の本拠地の伊勢へと近づいてきます。おお、信長の息子である信夫が秀吉に倒されてしまうのか？しかしそこで秀吉は信夫に講和を提案します。内心では焦っていた信夫は秀吉の申し出に飛びつき、信夫にとって非常に不利な条件だったにもかかわらず、勝手に講和を結んでしまいました。それで家康はどうしたんだ？勝手な行動に起こったんじゃないのか？これで家康も戦いの大義名分を失ってしまったわけですから、三河に帰ります。こうして小牧、長久手の戦いは終了したのでした。思ったよりもあっけないエンドだったぜ。秀吉と家康の二人が戦うだなんて想像しただけでワクワクするのに、そんなあっさりとした終わり方だったとは。最終的には家康が秀吉の臣下になるけれど、結局は家康が豊臣家を滅ぼしてしまうので、この戦いをどちらの勝利と見るかは意見が分かれるところになっています。なるほど、面白いな。それでは、ここからは小牧、長久手の戦いを詳しく見ていきましょう。まずは、信長が亡くなった後に秀吉が権力を手にした経緯をおさらいします。ふむふむ。本能寺の変が起こった時、秀吉はちょうど備中高松城を水攻めにしていた最中でした。しかし信長の死を知るとすぐに講和を結び、畿内へ向かいます。有名な中国大返しだな。ものすごい速さで行軍したと聞いたことがあるぜ。そして秀吉は、山崎の戦いで明智光秀を討ちます。本能寺の変からわずか13日後のことでした。信長という戦国最強の武将を倒したのに、これほど早く討ち取られてしまうとは。こうして裏切り者を成敗した秀吉は、織田家家臣の中で発言力を強めていくことになります。信長が亡くなった後、信長の後継者と、医療の配分を決める会議が行われます。清洲会議のことだな。その通りよ。清洲会議で問題となったのは、三法師の後見人を誰にするかということでした。三法師は信長の息子、信忠の息子であり、信長の孫にあたります。織田家の家督を継ぐのが三法師ということは決定していましたが、三法師はまだ幼かったため、誰かがサポートする必要がありました。ちょっと待ってくれ、私が知ってる話と随分違うぞ。清洲会議では、信長の後継者を次男の信夫にするか、それとも三男の信孝にするかで揉めたんじゃなかったのか？ええ。それは従来の定説ね。どういうことだ？マリサが言ったように、従来の説では、清洲会議では信長の後継者を、次男の信夫にするか、三男の信孝にするかが、問題となったと言われていました。その通りだぜ。それで柴田勝家が信孝を推し、秀吉が急に三法師を担ぎ出してきたんじゃなかったのか？信長が生きていた頃には勝家が力を持っていたのに、秀吉がいち早く光秀を討ったことで、力関係が逆転し、最終的には賤ヶ岳の戦いで自害に追い込まれてしまうって聞いたことがあるぜ。その話は有名だけど、実は後世の創作ではないかと言われているの。実際には、三法師が家督を継ぐことは決定事項で、後見人を信夫と信孝のどちらにするかが問題となったそうです。なるほど、研究が進んで新たな真相が明らかになったんだな。そういうこと。清洲会議に参加していたのは橋場秀吉、柴田勝家、庭長秀、池田恒興の4人でしたが、庭と池田は秀吉に賛成。こうして秀吉が力を強めていくことになります。ふむふむ。そしてさっきマリサが言っていた通り、1583年には賤ヶ岳の戦いが勃発し、橋場秀吉が柴田勝家を滅ぼします。この時、信長の三男信孝は柴田勝家の味方をして戦ったため、信孝も自害へと追い込まれます。秀吉は強力なライバルを倒し、ついに天下人に名乗りを上げたというわけか。賤ヶ岳の戦いで秀吉が勝利した結果、次男の信夫が安土城に入ることになります。しかし秀吉は信夫を安土城から追い出してしまうのです。自分が織田家の実権を握りたいってことだな。こうして信夫は次第に秀吉への反感を強めていくことになり、家康に助けを求めます。家康か、信夫は本当のうつけ者というイメージがあるが、助けを求める相手は間違えなかったんだな。家康なら秀吉にも太刀打ちできる気がするぜ。信夫が戦の準備をしていることを耳にした秀吉は、信夫の家臣である津川義冬、岡田重孝、浅井長時に近づき、調略します。これに激怒した信夫はこの3人を処刑してしまうのです。やることが怖いぜ。
よっぽど切れたんだな。そしてこれを知った秀吉も激怒し、挙兵することを決めます。展開早。徳川家康は信雄に合流するため、3月13日に清洲城に到着します。家康はすでに雑賀衆や根幌衆、長宗我部元親に根回しをして戦への準備を整えていたのですが、ここで思いがけない事態が起こります。なんと、家康の味方につくと思われていた池田恒興が寝返ったのです。池田恒興って信長の父兄弟だよな。信長亡き今、時代は秀吉だと思ったのか？まあ、わからなくもないぜ。秀吉に寝返った池田恒興は犬山城を陥落させてしまいます。これを知った家康はすぐさま小牧城へ向かいました。走れ家康。しかしその頃、森長吉もまた、池田に加勢するため、戦の準備を始めていたのです。森は16日に羽黒に着陣したのですが、この動きはすぐに家康にバレました。さすが家康、情報が早い。その日の夜のうちに、家康は松平家忠、酒井忠次ら5000人の兵を羽黒へ送り込みます。そして翌朝に酒井勢が森勢を攻撃します。突然の奇襲にもかかわらず、頑張って立ち向かった森勢でしたが、横から松平の鉄砲隊に攻撃され、敗走します。早すぎるぜ。着陣してからあっという間の出来事じゃないか。こうして森勢の脅威を取り除いた家康は、秀吉本隊との戦に備えます。そうだった、敵は秀吉だった。家康は3月18日には小牧山城を占拠し、砦や土塁を作り始めました。戦うためには砦も土塁も欠かせないもんな。用意周到だぜ。ようやく3月21日、秀吉は大阪城を出発します。27日には犬山に着陣し、秀吉も砦を作り始めます。家康秀吉二人とも、砦を作ったのか。両軍ともに砦や土塁作りに盛り上がってしまった結果、双方ともに手を出せなくなってしまいます。図工、戦のための砦作りなのに、それじゃあ本末転倒じゃないか。小競り合いは起こったものの、大規模な戦闘にはならないまま日々が過ぎていきます。二人とも何しにここに来たんだよ。これじゃあ砦職人じゃないか。家康、秀吉ともに相手の出方を伺っていましたが、先に動いたのは秀吉でした。4月4日、池田恒興が秀吉の元を訪れて、三河に攻め込もう、と提案します。三河といえば家康の本拠地だよな。家康もまさか三河を攻撃されるとは思っていないから、隙を突くことで徳川の戦力を削ごうという魂胆か。秀吉は迷っていましたが、そこへ森長吉がやってきて、羽黒での汚名を注ぎたい、と言います。ああ、羽黒ではあっという間に家康軍に撃退されたもんな。そしてついに秀吉はこの計画を許可し、実行に移されることになるのです。なんだか不安が残るぜ。池田は寝返ったということもあるから、どうしても秀吉に勝ってもらわなきゃ困るだろうし、森には羽黒での屈辱がある。勢いだけで決めた作戦のように思えるが、本当に大丈夫なのか？何はともあれ、4月6日の夜中、別動隊が4隊に分かれて三河へ向けて出発します。第1隊は池田恒興ら5000人、第2隊は森永吉ら3000人、第3隊は堀秀政ら3000人、そして第4隊の橋場秀次ら9000人です。大将は秀次が務めました。総勢2万人ほどか。結構多いな。しかし家康はすぐにこの動きを察知し、榊原康政、大須賀康隆から4500の軍勢を出発させます。またバレたのかよ。秀吉がガバガバなのか、それとも家康がとんでもない情報通なのか。その日の夜には家康も9300の兵を率いて出発、小畑城で軍議を開きます。軍議では、2隊に分かれて橋場軍を挟み撃ちにすることが決まりました。おいおい、早速橋場軍が負けそうだが、大丈夫か？それが意外なことに、戦いが始まった最初のうちは橋場軍の優勢でした。9日未明、池田恒興隊は岩崎城を攻撃します。こうして始まったのが岩崎城の戦いです。岩崎城を守っていた、庭氏重は必死で反撃しますが、3時間の激闘の末、討ち取られてしまいました。おお、家康にバレたのに、この戦いでは橋場軍が勝利を収めたんだな。池田以外の橋場軍は何をしていたんだ？実はこの時、森永吉隊、堀秀政隊、橋場秀次隊は岩崎城の戦いには参加せず、休息をとっていました。しかしもうすでに家康軍はすぐ後ろまで迫っていたのです。戦況が大きく変わる予感がするぜ。橋場秀次隊は白山林で休息をとっていましたが、9日の早朝、家康軍に奇襲されます。家康軍を率いるのは水野忠重、榊原康政らです。さらに丹羽氏継も参加していました。丹羽といえば、岩崎城で亡くなったのも同じ名前の武将だったな。家族か？そうよ。丹羽氏継は、岩崎城で討ち取られた氏重の兄です。
ちなみに氏重は享年16という若さで亡くなっています。あまりにも若すぎるぜ。弟の無念を晴らさなければならないな。頑張れ、丹羽氏継。家康軍の奇襲は大成功し、秀次はなんとか逃げ延びます。この時、秀次は自分のうまさを失う始末で、さらに秀次を逃すために木下一家が多数討ち死にしました。かなり危うい状況だったんだな。森永義隊、堀秀政隊は無事なのか？秀次隊敗北の知らせを受けた堀秀政隊は、急いで引き返すと日の木金に布陣します。なるほど、家康軍を待ち伏せて撃とうとしたんだな。その通りよ。秀次隊に壊滅的な被害を与えて勢いづいていた家康軍ですが、なんとここでは敗北してしまいます。ここで家康軍は280から500名ほどの死者を出し、敗走しました。決着がわからなくなってきたぞ。それで続きはどうなるんだ？夕方頃になり、織田徳川本隊は色金山に着陣しました。秀次隊には勝ち、堀隊に敗北したことを知った家康は、堀隊、池田隊、森隊を分断する作戦に出ます。なるほど、ここで合流されたらまずいということか。池田と森は、堀に援軍要請を出します。しかし拒否されてしまいます。なぜだ？仲間が困ってるんだぞ。堀は、羽柴軍が劣勢だと判断したのです。そして撤退します。思い切りが良いというか、なんというか。それで、見捨てられた池田隊と森隊はどうなるんだ？この時池田隊と森隊は岩崎城にいたのですが、家康が向かってきているという知らせを聞き、一度撤退することにします。その頃、家康は富士金から前山にかけて布陣します。おいおい、家康軍と池田、森隊が鉢合わせしちゃうんじゃないか？戦いが勃発しそうだぜ。その通りよ、池田、森隊は家康軍と向き合う形で布陣します。家康軍は、右翼に家康ら3300人、左翼に井伊直政ら3000人と織田信夫ら3000人が着陣しました。対する羽柴軍は、右翼に常沖の嫡男、池田元助と次男、池田輝政ら4000人、左翼には森ら3000人、後方に常沖ら2000人が陣を構えます。おお、ついに両軍が戦うのか。ここまでの流れでは、家康軍の方が早く情報を察知してすぐさま行動に移していたが、実戦では五分五分という感じだったな。一体どんな結末になるんだ？マリサの言う通り、開始当初は実力が拮抗し、なかなか決着がつきませんでした。しかし、前線で戦っていた森が撃たれたのをきっかけに、一気に家康軍が勢いを増してきます。森、羽黒での屈辱を晴らすんじゃなかったのか。森の討ち死にをきっかけにして、池田、森対左翼が崩れます。そして池田常沖までも槍で疲れてしまいました。なんだと、池田常沖まで死んでしまったのか。この計画を立てた張本人が亡くなってしまうなんて。実は、池田はこの戦いで勝ったら終わり一国をもらう予定だったそうです。強烈な死亡フラグが立っていたんだな。そういうことを約束しちゃうからこんなことに。まあ、それは関係ないかもしれないけど、池田元助も討ち死にし、輝政は戦線離脱します。池田元助、森永義、池田常沖が亡くなり、輝政は逃げ。あれ、もう羽柴軍の有力武将は皆いなくなってしまったんじゃないか？その通りよ。羽柴軍は甚大な被害を受け、敗北してしまいました。羽柴軍の死者は2500人ほどと言われています。それで秀吉はどうしてるんだ？しばらく名前を聞いてないが。白山林で秀次隊が敗北したとの知らせを受けた秀吉は、3万の兵を率いて急いで龍泉寺に向かいました。途中で本多忠勝に行軍を邪魔されながらも、夕方には、家康が小畑城にいる、との情報を耳にします。おお、秀吉も家康の動向をちゃんとつかめたのか。つくづく、戦国時代の戦も情報戦だと思わされるぜ。秀吉は翌朝小畑城を攻撃することにします。よいぞ、その調子だ、ここで巻き返せ。しかし、秀吉が攻撃する前夜に、家康は信夫と共に小畑城を出発し、小牧山城に帰ってしまいました。なんと思い通りにはいかないものだな。秀吉は攻撃を諦め、ひとまず楽田城に退却します。こうして事態は一度落ち着き、戦線は膠着します。おいおい、家康と秀吉は直接戦わなかったのかよ。そうね。陣を引いた秀吉は、どうやって家康を倒すか考えました。そして、まずは信夫を孤立させようとします。ふむふむ。秀吉は、次々と信夫の支配下にあった城を陥落させていきました。特に、1584年6月に起こった蟹江城の戦いが有名です。一体どんな戦いなんだ？聞いたことないぜ。秀吉が滝川一益と久喜義隆に命じて、尾張の蟹江城を攻撃させたのです。蟹江城主は、信夫の家臣、佐久間信栄、またの名は正勝でした。滝川は、
佐久間が留守の隙をついて攻撃を仕掛けたのです。城主がいなくてもきっと城で留守番をしてた兵たちが戦ってくれるだろう。それが予想外の展開になるのよ。新栄に留守を任されていた家臣はあろうことか秀吉側に寝返ってしまうのです。マジかよ、ひどいぜ。どうやらその家臣は滝川と親戚だったから寝返ってしまったようです。そして滝川を蟹江城に入れてしまいます。これを知った家康と信夫は急いでやってきて蟹江城を取り戻すために戦います。7月になってようやく信夫は蟹江城を取り戻します。奪還できたんだな、よかったぜ。その後は特に戦いのないまま日々が過ぎていきましたが、10月になると秀吉が伊勢に出陣し、信夫の居城長島城へと迫っていきます。おお、秀吉軍が優勢になってきたな。このままの勢いで信夫を倒すのか。それが意外なことに11月になると秀吉は信夫に講和を申し込みます。信夫は伊勢を攻められてヒヤヒヤしていたため単独で講和を結んでしまいます。家康があんなに助けてくれたのに相談しなかったのかよ。そうよ、しかも秀吉は講和の条件として伊賀と伊勢反目の割譲を要求しています。これだけ不利な条件を突きつけられたにもかかわらず信夫は単独で講和を結んでしまったのです。よっぽど焦っていたんだな。秀吉の強さが伝わってくるぜ。しかし家康はどうするんだ。そもそも家康は信夫を助けるという大義名分で戦をしていました。それなのに信夫が勝手に講和を結んでしまったので家康は戦う理由をなくしてしまいます。こうして家康も11月には三河国に帰り、小牧長久手の戦いの幕が閉じました。秀吉と家康は直接戦わなかったんだな。なんだかお互いに避けているような感じがするぜ。お互いに相手の強さを分かっていたから一騎打ちはしたくなかったのかもしれないわね。しかし実はこの後秀吉はもう一度家康を攻撃しようとしています。そうなのか。家康はどこの馬の骨とも知れない秀吉に心中することを拒み続けました。1585年11月、家康の重臣である石川数正が秀吉の元へと出奔したことがきっかけとなり、秀吉は再び家康を攻めることを決心します。そもそも数の時点では秀吉の方が勝っているもんな。ここで家康の重臣が自分の元に寝返ったなら鬼に金棒だぜ。徳川家の内部事情もわかるだろうし、これなら勝てると秀吉も思ったんだろうな。納得だぜ。しかし秀吉が家康討伐を決意した矢先に思いもよらぬ出来事が起こります。天正大地震です。地震？そうよ、近畿から東海北陸という広い範囲で巨大地震が起こりました。地震の規模は正確には分かっていないそうですが、一説にはマグニチュード8くらいだったとも言われているそうです。マグニチュード8なら震度7くらいの地震だな。これはかなり大きな被害が出たんじゃないか。その通りよ。しかも地震の被害を受けた地域はちょうど秀吉が家康討伐のために必要な地域でした。城は壊れ、武将も死に、秀吉は怖くなって大阪城へと逃げ帰ります。この時代なら耐震工事もしてないだろうし、秀吉が逃げ帰る気持ちもわかるぜ。一方家康の領地はそこまで大きな被害を受けませんでした。地震のせいで戦どころではなくなった秀吉は家康討伐を諦め、他の方法で家康を懐柔することにします。お、人たらしの秀吉の本領発揮だな。秀吉は妹の朝日姫を家康の元へと継がせます。さらに母親の大満所を人質として家康の元へ差し出す代わりに家康に上洛を迫ります。なるほど、秀吉も母親の命を預けるくらいの覚悟だったということか。さすがの家康も一連の秀吉の行動には折れ、ついに上洛、秀吉への心中を誓ったのです。最初からこうすればよかったのに。それじゃあ秀吉のプライドが許さないでしょう。何はともあれこうして秀吉は直接対決することなく家康を臣下にすることに成功したのでした。めでたしめでたしって思ったが、結局その後家康は豊臣家を滅ぼすんだったな。そうね、秀吉は死ぬ間際に家康を枕元に呼んで息子の秀頼をよろしく頼むと伝えたそうですが、秀吉が亡くなった後の家康はそんなことを言われたなんて忘れたかのように振る舞い、最終的には大阪の陣で豊臣家を滅ぼしてしまいます。それを聞くとこの段階で家康を滅ぼした方が良かったんじゃないかと思うし、実際秀吉は家康を倒すだけの実力を持っていたと思うが、地震という予想外の出来事がこんな結果を導いてしまったんだな。実に興味深いぜ。本当にマリサの言う通りね。というわけで今回は以上になります。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録やコメントなどもぜひよろしくお願いします。だぜ。それではまたお会いしましょう。